やらなきゃそうだそうだそうだタイトルが思い出せないわあのはの考察機 YouTuber とよくしゃべる脚本のやつうわんだっけな無限まやかしだ どうも、大島康夫です。高な湊です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、コンテンツ、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち二人2人が感想や考察を述べていくラジオ番組でございます。はい。ということで、新シーズン突入でございます。突入しましたね、ドラマのね。ドラマの新シーズン、2022年の秋クールが始まって。はい。えー、サイレントがやばいね。サイレントやばいよ。え<ー>ちょっと、こんなことになるとは思わなかった。思わなかったですね。正直。 いやー、どうなんだろう。これはね、僕らはもう喋ろうと思えば、何本でも取れてしまうので、はいはい、<laughs> とりあえず、概論というか、そうですね、1> 第1話のざっくり感想を述べる回をとりあえず1本撮ります、今。そうしましょう。もうで、その後に、それぞれの、ここは実はこうなんだみたいな、うんね、細かすぎて伝わらない感想回を、はい、あの喉が潰れる前にやめますけど、<laughs> はい、喉が生きている限り撮り続けます。撮り続けます。これ、でも1話につき、 4本とかじゃ聞かない回が出てくる気がしますね。いや、こんなにね、ぎゅうぎゅうに詰め込まれた作品とは本当に思わなかった。本当に思わなかったですね。うん、初恋のくまでとか、ね。そう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 ,そう。大3本とかありましたけど。本とかやったけど。それ以上にトピックが多くて。なんだろうね。本当考察とか謎解きとかじゃないのにね。じゃない。全然ない。<laughs> なんなら、そのラブストーリーとしては、はい、過去と現在をつなぐラブストーリーとしては、はい、まあ、 ある形というか、うね、形自体は何にもこう謎はないと思うんですけど。うん これはね、まあざっくりね、全然知らない方ももしかしたらいるかもしれないんで、でね、え説明しておくと、はい、富士テレビ系木曜劇場で、はい、え放送されていますドラマサイレント、はい、主演の川口春奈さんが演じる主人公の青葉つむぎちゃんという、はい、え女の子はですね、かつて本気で愛した恋人である、はい、スノーマンの目黒,目黒蓮さんが演じる桜颯さんという男の人と、はい、音のない世界で出会い直すという切なくも温かいラブストーリーということで。まあ、ここだけ聞くと、うん、まあ、 あったんじゃないこういう話っていう雰囲気はある。あるあるある。このね、イントロダクションだけだと、魅力は全然わからないですね。で、まあ、なんかこう、やる前から一応話題ではあったんですよね。あちょっとね、ザーがすごそうだったんですよね。あ、そう、そうですね。そうそうそう。で、話題になってるとは言っても、でも多分、これはスノーマンのファンですよね、多分。うんうん。主に盛り上がってたところで言うと。最初はね。最初のところで言うと。だから、 まあ、あんまり、その、なんていうのかな、こう、外に広がってっていうよりかは、やっぱり、スノーマンのメグロさんのファン。そうですね。っていう感じだったと思うんですけど。だから、これ、見るきっかけというか、気になるきっかけって多分、僕ら別々にあったうような気がするんですけど、まあ、大島さんはね、 とにかくモーラー的に見てるじゃないですか。そう、僕は第一話は全部見なきゃいけない仕事をしてるんで。そうですよね。そのちょっと狂った仕事してるから、ドラマは全部見なければならないもうこれ修行、修行じゃなくて仕事だから。まあその中でも、YouTube のコメントで、サイレントいい感じですよっていうのは、あの、毎日のようにコメントで来てました。ああ、そうです、そうです。なので、まあ、所属はすでにあったかなという感じなんですけど、高野さんは、あの、国内ドラマはそんなに見ないじゃないですか。いやもう、なんならほぼ見ないですね。そうですよね。よっぽどのことがない限り見ないですね。だけど見た。 見たんですよ<う>。これは、その公開前から僕が何で気になってたかっていうと、うん、やっぱり脚本家なんですよね。うんはい、は,いはいはいはい。なんかまあその、例えばツイッターとかも、うん、そのフォローしてる、まあ会話みたいなのがあると思うんですけど、僕なんかこう、脚本の公募とか、脚本コンクール系のところもなんかフォローしてるんですけど、なんかそういうところに流れてきたんですよ、こう。お<ー>フジテレビヤングシナリオ大賞の大賞受賞者が、はいうん なんと、土心人の段階で、オリジナルドラマを脚本しますと。うん。そんなことあるっていう。しかも、2021年の受賞者の方が、そうですよ、去年の秋クールに、はい。しかも、木10という、そう。もう、深夜とかじゃない、深夜とかじゃない。ど真ん中の時間帯で、はい。オリジナルってことですよね。そう。これ、原作の漫画とか小説とかないですかね。ないわけですよ。もう、異例中の異例ですよ。うん。だって、あの、小沢亮太さんです、さえ。はい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 。あの、 リーガルハイとかのそう、リーガルホイトの小沢亮太さんでさえ、はい、あの人もヤングシナリオ対象出身者ですけど、そ,その後、割とすぐにやったのが動物のお医者さんですからね。<ー>あれは、それこそ原作ものじゃないですか。そうですか、ね、漫画ですよね。っていう形で、<ー>まあ、それこそ、あの、坂本祐二さんくらいじゃないですか。そんな感じなん,だのなんか、ヤンシナ出身で、いきなり、なんかあの、その、オリジナルやったみたいな。うんうん、いや、まあ、とにかく何が言いたかというと、異例中の異例ですよ。はい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 。何者だと。 で、何者だと思って調べたら、うん マジで何者でもなかったっていう。ああ、もう手がかりがあんまりない。ないし、例えばあの劇団で演劇ずっとやってました。それが撮りましたとか、はい、なんかもうちょっとね、納得できる何か出てこいよって思ってたら。そうそうそう。どんな人となりなのかを分からせてくれよっていう。そうそうそう。ああ、のね、あ,あの人の娘さんねとか。ケねとかね。そうそう。ああ、サラブレッドねとかはいはい、はい。あの辺から出てきた人ねとか。10年これやってて、ね。そうそう,そうそうそう。なんなら普通の企業を、 やめて、とか、のプロフィールの方が分かりやすいわ、ね、分かる分かる分かる。って思ってたら、本当に普通の人じゃん、みたいな。<ー>もう本当その、なんか普通に働いてるな。はい、働きながら脚本コンクールを応募して、で、通ったっていう人だからもだえ、もう本当に何者なのかが分からない。しかも同世代ですよね。そう。てか同い年。高野さんと同い年。そう、93年生まれの同い年で、うん 何者なんだっていうところからあって、さらにね、監督がね、僕の、まあ、僕は勝手に友達だと思ってる人で、風間監督という、チェリマホとかの。そう、チェリマホとかで、一気に有名になった方なんですけど、この人も割と同世代で。あ、そうなんだ。そう、で、それで3、4年くらい前に仕事でちょっと知り合って、一緒になんかやりたいですねっつって、企画書をいっぱい書いては、 玉砕し、書いては玉砕し、うん、なんで通らねえんだっていう中。あ、戦友ですね。そう、ね、戦友ですねああ。じゃあ友達の一種で終りますね。そう,そうそう,そう僕が勝手に思ってる、うんですけど。で、そんな人と、うん、ドシンジの若手脚本家と、うん、若手監督のホープみたいな人が組んでやるドラマって、 すげえ攻めてるなと思って。確かに。その、えー、キャス、えっ、ー、と、キャストっていうよりかは、そのスタッフ側の、はい。こう、つながりで注目してみたてうそうですね。そうですよね。だから僕としては。見て初めて、うんうんあ、この人スノーマンの人なんだ。あ、そうか。かレベルな。なるほどで。知らなかったくらいですけ。なるほど。 僕はあの、クール始まる前に、その各局のドラマの情報をバーって調べるんですけど、引っかかりとしては、まず有名脚本家が出てるとか、あと有名な映画俳優の人が珍しくドラマに出るとかっていうパターンとかでどんどん調べていったり、あ,<ー>あと演出の人の名前が、あ、これと一緒なのかで調べていったりするんですけど、はいはい、今回に関しては、えっ、ー、と、監督の方がチェリマ法だっていうのは分かったんですけど、それ以外が、 あんまりこう情報がなくて。ないですよ、これは。れほなかった。川口春奈さんが演技うまいのは分かるんですけど、うん、目黒蓮さんのガチ演技というか、コ、はい、ミカルじゃないタイプの演技って、あの、教場で見た記憶はあるんですけど。ああ、そうなんだ。そう、でもそれ以外があんまりなくてあ、どうなんだろう、どんな感じなんだろうなっていうのがあって、恐る恐るでした、僕も。そういった意味で言うと。いや、そうですよね、うん。で、まあ、感想としては、まあ、とにかく素晴らしいに尽きるんですけれども、はいはい。なんかね、あまあでもあ、なんかどんな、 褒め方してもなんというか <laughs> 本編見てくれりゃ全ていいんだけどさっていう。い見,見てくれりゃいいのよ、うん。っていうところがあるんですけど、どうします高野さんの感想いきますいやまあ、全体で、じゃあ全体統括すると、はい、脚本がいい。あ、そうですね。脚本が圧倒的にいいことは僕もね、素人だけど分かりますとにかくいい。うん、脚本がいいし、脚本がいいだけじゃなくて、 そこにバッチリ演出も噛み合ってて、うん、いい。<laughs> <か>言語化できてないな。言語化できてない。もうね、<laughs> でもね、これね、あのね、なんで言語化できないかっていうと、はい、ディティールの積み重ねだと思ってるんですよ。まあそうですね、そうなんですよね。ものすごいね、細かい描写と、うん、丁寧な積み重ねが、うん 結実した結果のあの1話の伝説となってるラストシーンですけど、もう、もうすでに伝説じゃないですか、ラストシーン。だからね、もう1秒ごとに止めて、ここがっていう話をしないといけないんですそう、しないといけないの。そう。で、なんかね、それこそツイッターとかでも、なんかあの、切り抜き動画とかで、あの、ここで泣いたみたいなのがめちゃくちゃバズってるじゃないですか。ただ、このドラマは、あれだけがすごいんじゃないと。そうなんだよなあの、あれに至るまでに、ものすごい膨大な積み重ねがあるからこそ、 あれが生きてるんだっていうのを。 本当に細かいディテールを説明しないと伝わらんのよ。ちょっと、ど、どうやって説明しますこれ。音声コンテンツ向きじゃないかもしれない。向きじゃないかもしれない。レジュメとかを配布しないといけない。そうそうそう。はい。あの、1ページの何行目読んでください。学校の授業みたいな。学校の授業ってやっぱいいですね。そう考えると。もう便利ですね。レジュメ配れて、スライド見せれて、で、教授が手元で一時停止できて、そうですよね。学校って素晴らしいところだったって今回も言ってましたしね。言ってましたね。うまい、うまい、うまい。学校ってのはすごい場所だった非常に丁寧に 持ってきましたねね <laughs> 違う意味でですすけどいいですよ僕の感想は、脚本のこう一つ一つのセリフが、うん、なんていうのかな、その言わされってるセリフじゃなくて、そ,その書きすぎてないというか、人間ってそんなに一文スムーズに喋んないよって思うじゃないですか、マでテレビ撮って見てて。うん、で、なんとかでさ、なんとかなの、てかなんとかで、みたいなのを<う>ちゃんとずっとやってて、そう 一番上手だったのは風間俊介さんですけど。そうですね。あそこぐらいじゃないですか。あそこぐらい。風間俊介さんはなんならあれはもう思ってること、常々思ってたことを出してるから、あそこだけ結構スムーズだと思うんですけど。うん、もう、あれ多分、あの脳内で何百回とリ,あのリピートしてるんでしょうね。そうですよね。うん、で、で<分>それがバーって出ちゃったって。人に言ったこともあるんだろうなっていう感じなんですけど、うん、後のシーンはね、全部ね、その場で言葉をこう分節単位で、何<う>とかでね、あのね、何とかじゃん。 てか違くて、<う>なんとかで。そう。ってやってるんだけど、生のドキュメンタリーの無駄さはなくて、<い>フィクションとして、こう、神として脚本家が統括してる、美しさがあってっていう、そうなんだよ。のがめっちゃすごいなっていうぐらいは僕は脚本の凄さ分かったんですけど、やっぱもうあの、会話が自然っていう言い方ができますよ。ますね。ただなんかね、この、会話が自然なだけのものはね、うん。まあ、あるっちゃあると。いうかなるほど。 あの、で、あるっちゃあるんですけど、ここに何が足されるとすごいかっていうと、う会話が自然なのに話は進んでるっていう。ああ、そうですよね。すごいじゃないですか。ああすやっぱ、自然な会話っていうのは基本的には、何も進まないんですよ。うん、だって日常会話なんだから。うん、日常会話で物事が進んだことありますかって話じゃないですか。なのに、これはね、話進んどんのよ。なるほど。それを両立するのって、 めちゃくちゃすごい、僕は高等技術だと思ってるんですけど。超高等技術ですよね。確かにな。僕、ちょっとすごいなと思ったのが、あの、二人で会話してるシーンは、割とすごいこと起きてるというか、セリフの凄さ分かりやすいがちなんですけど、あの、鈴鹿王子さん、トくんが、港くんね。くんが、港くん。坂の港くん。そうなんです。ともね、字違うんですけど。違うけど、港くんって言われると。そう、彼が、慣れてください。あと10話で慣れてください。彼が、 何人かで喋ってるところあるじゃないですか。あそこの、その、話が進まない感じみたいな。あ,あれ、ね、え、青葉さんの話その流れで大丈夫みたいな。はい。いや、だから青葉の話そもそもしてないし、みたいな。はい、あ、青葉ってそうか。他の人たちが言い始めたんだっていう。そうそう、港は言い始めてないじゃん、<ー>みたいなので、話の止まり方もリアルというか。で、話が止まることによって、あ、この界隈では、 やっぱそこちょっとセンシティブな扱いなんだが、わかるセリフになってるし。そう。あ、そのことあ,あそこめっちゃすごかったと思う、ね。あそこのシーン俺めちゃくちゃすごいと思ってるんですけど、はい、言い出すと本当にあの20分くらいかかるんで、そうですよね。次に回させてください次に回しましょう。本当にあそこすごかった。もう、もうあの情報と関係性と <laughs>、 セリフの自然さと空気感ともう全部がギューって収まってんの。<う>だからめっちゃ面白いんですよね、あのシーン。いや、あそこすごかったな、うん、意外に。あの、ラブストーリー的なシーンじゃないから、意外に見落とされがちかもしれないんですけど。もうだってなんてことない普通の友達同士の会話のシーンなのに、うん もうめ、いろんなものが詰まってるから。成果得られなかったシーンだから。そうそうそう,そうそうそう。進んでないんですよね、別にね。と思いきやなのよ。そう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 。っていうのは語り出すと止まらないから、一旦ね。ちょっと一旦置いておきましょう。うセリフの細かすぎる話に関しては、ね、次回以降とかにどんどん掘り下げるかもしれない。はい、掘り下げていきますね。で、触れておきたいトピックとしては、はい、まあ、どうなんだろう。ストーリー説明とかしてないけど大丈夫なのかなでも、これストーリー説明一致をしておいても、はい。 あの、あらすじ以上のこと怒ってないんですよね。まあそうですね。そこが素晴らしいというか、まあだから強いて言うなら、うん、まあその、あの、かつて好きだった人が耳が聞こえなくなっていた、うん、音のない世界に生きていたっていうことが、1話では、はい、要は最後にわかるっていう主人公の,、うんうん、のつむぎちゃんが最後にわかるって構造ですけど、ここに1個突きた、告げすとするなら、はい、ミナ湊くんですよね、はい、やっぱり。そのつむぎちゃんは湊くんと付き合ってて、はい。 なんならもう結婚寸前であるっていう要素が、を知っておくといいかも。はい、そうですね。くらいでじゃないですか。うんうんはい、そうですね。うすねもうこの三角関係なんですよ。そう、三角関係ものっていうすっごいベタな構造があるんだが、うん、全然そうじゃない。やばいっすね。これは本当に語るに落ちるというか。うん、まあ見てください。見ないで聞く人はちょっとよくわから <laughs> <laughs> ない,い。いや、だから、いや、今回の目的は、うん 何とかして見せることじゃないですか僕らが。そうか、そうか、そうか。見てない人がいそう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 。まあだからもうあの、もうちょっと戦場的な煽りとかして、恥を忍んで行って、で、なん、なんとしてでも見てもらう。だから、三角関係者。三ね三角関係者。好きでしょはい。好きでしょね好きでしょ見たことない三角関係ものが見れます。見れますよ。で、三角関係者かどうかもわかんないです。そうそうそう。こっから、こっからわかんないから。はい。 でももう身を引き裂かれるような三角関係者に一話の段階でなるってすごくないですかうん、なんだろうなって思うし、うん、港が、はい、えっと、お兄ちゃんのことって知ってるんだっけって妹に言われて、ま<ー>かけたわけじゃないのにまかけた形になっちゃって。ああ、そうですね。これね。あの、えっと、なんか結局ソソ君、ねそ、そうが、そうくんがね。そうそうあの、え、っと、あそう,そうそう。えっと、目黒蓮さん。そうそう、目黒蓮さんが、結局何があったんだろうと。ずっと音信不通で。うんうん、で、その真相を、 まあ、数年越しに、ちょっと確認してみようと思って、実家に行ったら、妹が出てきて、ね、そうですね。で、えっと、家族としては、そうくん、えっと、君の思惑なのか、うん、お母さんの思惑なのかは、うんえー、まあ、多分みんなの相違なのか、うん、そこら辺はわからないんですが、うんえー、誰にも言わないようにしましょうみたいな感じになっているんだけど、ね、特に高校の友達には知られたくない感じなんだけれども、うん、妹がちょっと気を抜いて、 えー、あそこの演技もすごい上手かったですね。自然でしたね。もう桜田ひよりさん上手いっすよね。上手いっすね。篠原涼子さんもめっちゃ上手かったけど。めっちゃ上手い。手いあれ、しかもあれ本当にあるもんね。その、セリフの流れとして。あるあるある。その、僕、ついこの間なんですけど、おあの、友達の不法を、 僕より仲良かったはずの友達に伝えなきゃいけないっていう状況が発生したんですよ。おお<ー>、めっちゃきつい。朝寝起きね。寝起きで寝起きに。寝起きに伝えなきゃいけないんですかで、あーっと思って、僕も、うん、あーって思うけど、それを、その、仲良かったはずの友達のところに届いてないはずらしいんだけど、連絡先わかんないから、<ー>安置き伝えてって言われて、えー、で、頭の中でぐるぐるって検索して、うん 連絡つきそうで仲良かったっぽい人に連絡するときの一言目、うん、誰々のこと知ってる、うん、って送りました僕は、僕。ああ、もうそのまんまやってますね、ままドラマでも。で、え、多分知らないと思うって帰ってきて、こう送ったんですけど、うん、ああ、うわうわって思,思いました、ね。うわって、あった自分にもあったっていう。全く同じ状況じゃないんですけど、うん あそこもすごかったな、とかね。だからもうちょっとした部分が、なんかこう、うん、あ,あったな、とか、うん、あ、こういうことあるだろうな、というか、うん、なんかとにかく身近な感じに感じられる。そうそう、そんなことないよってことが、ないんだよな。ほ、うんうん、とことなかったっすね、うん。で、えっと、耳が聞こえなくなっちゃっている彼と、うんうん、そのどうやってコミュニケーションを取るのかっていうのが最後のシーンで、そうですね。あるわけだけど、そね、あそこでも、 なんだろうな、どっちが悪いとかは当然ないんだけど、うん、お互い想像しなかったディスコミュニケーションが起きてるってことじゃないですか。そうですね。で、彼女の方はもうずっと音がある前提の話を、話の内容も音がある前提の話なんですよね。れもねなんだけど、それがまず伝わってないし、そうん、ソの方も、手は伝わんないって分かってて、やってる。やってるっていうのが苦しいんですよね。そうで、お前うるさいっていうのを、分かってないはずなのに。そう。つむぎちゃんは分かってないはずなのに、 なんか、きついこと言われた。うん。っていうのは分かって、それ以上追いかけないっていうところが、え、ここってさ、え、待って、ここって言葉一個も通じてないシーンだよね。<laughs> そうそうそう。<laughs> あ、そうだわ、俺それで、はい、それでちょっと、このドラマにおいてすごいなと思ったところの一つが、このドラマって、見てないと面白くないんですよね。ああ、当たり前のこと言ってますよ。当たり前のこと言ってるんですけど、うんうん、あの、ドラマとか、うん 主にテレビって大人メディアって言われてるんですよね。こう、まあ、あの、主婦の人とかが、ちょっと家事したり、うん、それと家族で飯食いながら、なんとなく見る。うん、音だけで聞く。うん、だから、セリフで説明することって、うん、実はドラマをやることにおいて求められたりするんですよ。いいろんなところで。もうその、やっぱ声に出して読まないと。うんうん あの、伝わらないからみたいなこととか。うんうん、目は話していいもんだってことですよね。そう,そうそうそう。目を話しててもわかるっていう。ご飯,ご飯食べるときにこう、茶碗の方に目が行ったりとか。そうそうそう。大丈夫ってことですよね。でもこれそれこそ、その手話のシーンから始まって、うん、あの、いろんなところで、うん、あの、本当に釘付けになってないと,分ないとい、そういうことか。わかんないというか、釘付けになってないと面白くないっていうシーンが結構あるんですよね。例えば、まあ、ま、 ちっちゃいところで、あの、イヤホンをつけたり外したりとか、はいはい、あとね、<ー>これ、音楽が、割ともう主役級に出てきますよね、うん、音楽が、うん。あ、それはめっちゃわかります。わかりますよね。うん、で、でも、これ、二人とも音楽好きなはずじゃないですか。うんうん、でもね、多分、二人とも音楽が好きっていうことをセリフにはしてないはず。お その音楽好きなんだねとか、そういうことを一言も言わずに。何聞いてるのとか。そう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 。とかは言ってますけどね。そうそうそう。もう、その二人のこの仕草とか、イヤホンずっとつけてるとか、あといつも音楽を聞いてるってところから、音楽が好きっていうその情報が変わってくるというか。確かに。このね、なんかその見てないとわかんないっていうのは、やっぱりしっかり攻めてる。 ドラマとして、現代のドラマとして、うん、もう本当に攻めてるなって思って。<そ>あと、その音だけで聞いてると不安になるシーンが多分結構ありますよね。最初の雪のシーンの、うん、次が現在になるじゃないですか。うん、で、えっと、雨、すごい雨の中で朝5時に寝てるっていうシーンになりますけど、その間覚えてます間に、シュッってなって、<う>ブラックアウトしてるんですよね。無音になって。 あれは何、何あれ、やりやがったなって思、ね、やりすぎでしょう。<laughs> ってかもう、冒頭シークエンスだけで多分結構言える。そうですね。話せる。うん。もう、マジで、もう、気合が入りまくってる、あの冒頭のシークエンスだけで。ね、そう。急にね、なんかの、音楽もすごいなんか、微妙なところで切れて。そう。で、シーって言って、あの、本当に無音になった瞬間がありますからね。そう。その後にうるさい。お前の声うるさい。つむぎの声うるさい。うん。えー、だからね、沈黙を、 最近までは僕、ドラマの中で、例えばそれこそ初恋の悪魔とかでも、うん、めっちゃ静かなシーンとかあったじゃないですか。三島ひかりさんのところとかで、こう、沈黙を地上波ドラマでやることの勇気みたいなことを思ってたんですけど、はいうん、それは勇気っていうか、このドラマにおいては、設定上完全に必然じゃないですか。必然ですね。なので、それでも面白くするっていう側面もあると思うし、うん、それがドラマの中で、 あるべきことだと思ってやってる感じそうですね。っていうところも含めて全部しっくりきますね。いや、そう。うん。あと何話そうかなもうね。まあね。今回はね、どうせ、そう、どうせね、別の回にも撮るんで。そう。じゃちょっとトピックチラ見せみたいなことを言っておくと。そうですね。えっとね、イヤホンの使い方大喜りイヤホンの使い方大喜りね。いや、ちょっとやばすぎる。これマジでやばい。いばすぎ。これはね、到底、 残り10分とかじゃ喋り終わんないので、そうですね。本当にざっくり言うと、うん、イヤホンってもうドラマの中で片耳ずつのイヤホンとか、はい、もう散々使われてきたものだし、はい、なんならワイヤレスイヤホンになっちゃった現在、はい、で EU 線イヤホンを懐かしむっていうことも本当何百回行われてきたかわかんないと思うんですけど、そ,ね、それでやられてきたことをね、 全部総集編的に詰め込み、かつ初めて見ることもやってるっていうのが。そう、ちゃんと現代のイヤホンの使い方もしてんですよね。そう、ワイヤレスイヤホンが手元から転がる、うん、はい、ある、ある。ある、ある <laughs>。これ最悪だよね。これはもう、今聞きたかったのに、しゃがんで拾わなきゃいけない。でしかも、意外と転がるっていう、うん、そう、転がるんですよ。う最悪からの、そこを拾ってもらっての出会い。とかね。で、これって、優先イヤホンじゃ絶対起こりませんから、 <laughs> 残念。<laughs> 残念ではない。残念ではないよ。ちょっと世代的に、ね。そ,うそ,うそう世代的にね。片桜、ね、くと、はい。世代の話で、ねの。八黒の頃にブレイクしていた芸人さんをかぶってしまいましたけど。ね、<laughs> <の>エンタンエンタ、エンタの話をする。そう。で、ワイヤレスイヤホンになったことによって、はい、有線で、えっと、この層が座ってるけど、紬が立ってると。 はい、で、線で二人がこう繋がってた状態がまああったわけですね。そうですね。で、それはなくなっちゃった時代になりましたっていうのが、まず二人の断絶を表してるのに、ワイヤレスイヤホンに転がるっていう機能があるために繋がってるんだよっていう。すごそれっていう。すげえってえどういう意味もう一回説明してっていうの、<laughs> 自分で説明してるのに。ワイヤレスイヤホンは断絶してるんですよ。うん、でも、転がるという機能を持ってるんですよ。うん <laughs> フラフという機能によって、<laughs> そ<う>つながるんですよそ。その通り、その通り。っていうね。あ、だからまあ、そのれでね、うん、その再会の話したじゃないですか。じゃあ僕もちょっとトピックスチラ見せですけど、はい、やっぱりも、ま、う、あ、あの、セリフが、鬼のように繋げられてるんですよ、うん。おー、ここ聞きたいわ。だからね、まあ一個は、はい、僕が、あ,あー、あーってなったのは、はい まあ、あの、うわーってなっちゃった。逃げ出してるじゃん。かなり、なに、言語家からえ、クマみたいなから逃げ出してるたことや。いや、そう、なんで逃げ出し、どこで逃げ出したくなったか、もうテレビ見ながらね、逃げ出したくなったのは、もうあの、魔法の言葉の使い方ですよ。ああ、まあそれはもう僕らは世代ですから。ねで、ここでね、その、まあ、あの、と、まあ、ちょっと一個言うと、僕がうわーって思ったのを一個言うと、つむぎちゃんが、なんか倉庫に、 あったかもしんないみたいなことを女友達に話すわけですよ。で、そしたら、まあ、じゃあ、あの、もう一回同じ場所に行って待ち伏せしてたら、また会えるんじゃないかって言ったら、ねうん、約束してなくてもって言うんですよ。僕はね、ここで一瞬、あれずっと自然だったのに、一個微妙になんか引っかかるの来たなって。 で、それで約束してなくてもって言ったら、女友達は約束してなかったんでしょって言って、こう CM 入るんですよ。なるほど。CM 入れるってことはなんかあるんですよ。確かに。いや、なんかまあまあ、これはメタ読みだけど。まあまあまあ。で、これがね、じゃどう繋がってくるのかと思ったら、まあ結局会えるんですけど、ただね、この間にあったんですよ。ヒントが。あの、ね、つむぎちゃんが、好きです、付き合ってくださいって言って告白して、 そして、え、何つって、あれ絶対聞こえてるの。あれ絶対聞こえてる。あれ絶対聞こえてる。だっていつも聞こえてんだもん。だって後ろから声かけたら。それで、え、何とか言ってさ。それで、あの、好きです。いいのいいのあの二人はいいのまたこの長回しがいいんだよね。これは次に回すけど。次に回しますけど。で、これで、あの、で、まあ、付き合うことになった。で、音楽聴かせてあげるんですよ。それが魔法の言葉でね。はいはいはい。で、それサビなんですよ、ちょうど。魔法の言葉二人だけにはわかる、っつって。 そんな暇もないこの頃つって、うんうん、で、思い出して、おかしくて、嬉しくて、までて、はいはい、のあたりから、聞こえなくなってんの。あ、うん、じゃあその後の、あの歌詞、はい、何だったかと。この聞こ,聞こえてない歌詞。覚えてないわ。聞こえてない歌詞は、また会えるよ、約束しなくてもいい。やりやがったのと。これやってるぞと。 こんな、こんな、たまたまでしょこんたまたまじゃない。これは絶対狙ってる。もうやりやがったと思って。関係すぎるじゃん。もうや、関係すぎじゃない。これは絶対やってる。もう絶対。これ,これは確信すぎるし、確信半すぎるし、うん、ちょっとやりすぎだな、これは。いや,いやいやいや。<laughs> いや、でもよ、いい。 でも、いいのよ。でも気づきますし、そう。その、魔法の言葉、そう。ね、なんてね、うん、僕ら世代の人で歌詞全部覚えてる人もいるから、うん、いるいる。届く人には届きますね、これはね。届いてますよ。これやりやがったな、本当に。やりやがったな。やばいな、これ。しかもこれ、ちょっと、脚本家さんに届いちゃうかもしれないっていう。あ、まあ、そうなんだ。しいですね。実は、あの、はい、その、脚本、 書いてるウフカさんは、あの、無限まやかしリスナーだったという。まあ、じゃないと思ってしゃべりましょう。そうですね。今後じゃないと思ってしゃべりましょう。ちょっと今なんかあの、語りかける感じになっちゃったけど、まあ、一旦忘れて、そちのドラマが完結した時に、あ、そういえば、ウフカさん聞いてたんですねって、今、今は知らないことにします。知らないことにします。はい。いや、でもそこで言うと、まあこれもな、今ついでに言っちゃおうかな、ちょっと。イントロダクションイントロダクションなんだけど、チラ見せなんだけど、あの、青葉。 アホバが、告白のところで、魔法の言葉を聞かせてもらっている時に、もう明らかに草野正宗さんの声、明らかにスピッツのサウンド、で、サビ前のところで,で、わざわざそうはね、多分ちょっと戻して、ここからならわかるでしょって感じで、イヤホンパスしてるんですよ。なのに、え、な何みたいな顔してるんですよ。 で、<laughs> 魔法の言葉のところでやっとパーって顔が明るくなって、うん、あ,あ、これ映画のやつみたいな、うん、知らねえじゃん、お前 <laughs> っていう、その八黒の映画の、 なんなら当時流れてた CM とかのイメージで、魔法の言葉のとこしか知らないぐらいなんじゃないかっていうことがわかるんですよね、あそこね。そうですね。ガンガン聞いてたわけじゃない、絶対。そう、だから、あの、音楽が好きっていうことは、あの、一言も言わずに、好き好きっつって。そう、で、合わせてる。で、最初に聞かせてもらった曲が多分本当に知らなかったんでしょう。で、 会話していく中であスピッツの魔法のスピッツはスピッツっていうか、魔法の言葉だけわかる。なぜならハチクロが好きだったから。うん、そうですね。っていうのをなんとか話し合わせてる。っていうことを、そうも多分わかってる。わかってますね。で、その後に本当にスピッツ好きになったんですよね。そ,よねそうなんですよで。あそこではまだね。 そんな知らないんだよ。そう、<分>あの、だってあの、声と言葉が好きだったんだもん。そうそうそう,そうそうそう。そうの最初はね。そう,そうそうそう。で、ね、その言葉はどこから来てるかっていうと、草野正宗のセンスから来てるわけだ。うん、なるほど、そういうことだ。<laughs> 絶対そうですよ。そ,そりゃ草野正宗好きになりますよね。<laughs> そ,うそ,うそ,うそうそうそう。だってね、草く君のその言葉の原点みたいな。そう、原点みたいなものが草野正宗にあって、草く君を失った後に、はいはい、その喪失をスピッツで埋めたんだ。 っていうことによって、よりスピッツを好きになったっていうことも、すごく想像はつくよね。そういうこと。なんだけど、あの告白の時点では、スピッツ全然知らないんですよ。確かに。間違いなく、あの間は。間あのまは相当意図的にやってますね。いやそう。それがまた、いい。憎い。憎い。で、あるもん。い。で、あるもん、こういうこと。めっちゃある。めっちゃあるし。めっちゃある。それがほんと可愛いし。二人とも可愛い。うん。いいのよ。で、そうの方がね、でもね、やっぱちょっと半歩先に行ってるというか、その、紬の考えてることを、 わか,かってるよ、みたいな。分かってるのに分かってないふりするよ、みたいなところまで含めて、まあ、半歩先行ってくれてたんだなっていうことが全部わかるシーンですね、あのシーンはね。なるほどね。 いや、ちょっとな、チラ見せトピック。あとは、はい。あとは僕、下北沢の話したいんですけど、それはちょっとまとめて、やります。やります。後ほどまとめて、取ります。あの、本当に申し訳ない限りですね。はい。今回はもう、目次会だと思って。はい。そうですね。つまみ食いしたと思って。あの、デパ地下でつまみ食いしたと思ってください。はい。とか、あの、1時間目の授業みたいな。そうですね。感じですね。カリキュラムの話する、あの、ガイダンスの授業あるでしょ。始業式です。始業式だと思って、はい。下北沢の、世田谷大と僕、最寄駅だったことあるんで、 <laughs> あ<の>これ細かくすぎて伝わらない話出てくるぞこれ <laughs> いやでも全然もうそんな感じですよ <laughs> このドラマは <laughs> はいといった感じで、えー、この後も何本か撮っていきますので,です、ね、何本か撮っていきます、はい 引き続き続よろしくお願いします、えー、YouTube と Podcast で配信しており,おります無限もやかし、はいえー、YouTube のチャンネル登録 Spotify のフォロー Twitter のフォロー Spotify の、えー、星付け評価付け、はいえー、コメントメールなどお待ちしております、はいえー、結構いっちゃいましたね結構いっちゃいましたねそ、はい、の後も何本も撮るのに <laughs>、はい、引き続きよろしくお願いします <laughs> よろ大島康之でした高野湊でしたありがとうございましたありがとうございました <laughs> <laughs> ぐちゃぐちゃだけど大丈夫か？<laughs> 大丈夫か？<laughs> いやこっから取り戻そう。こっから <laughs> 無限まやかしとは映画や漫画やドラマなどのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪さり続けている私たち二人がエースラリーについて感想や考察を述べていくラジオ番組でございます。すということで、えー、2022年秋クールに始まったドラマサイレントの第1話についての、えー、回、2回目になります。そうですね、えー。今回はですね、最初の雪だるまの会話について、えー、掘り下げていきたいと思うんです。おお、えー、そうでしたそうでした。えー、あれはね、スノーマンということですね。 あれは SnowMan の話を川口春奈さんがしてるということですね。えうわ <laughs> 何え何え何うわわ血皮 <laughs> になっちゃった。全く気づいてなかった、まジで。<laughs> あ、マジですかそういうことだったのあれ。っていうなんか目くばせから始まったのかなと僕はまあ思いましたけど。あ、そうだったんだ。わかんない。違うかも。普通に、普通に自然に喋ってたから違うかもしれないけど。<laughs> でもあれもすごいっすよね。開幕で、うん、 うん、だって新人の脚本家さんのオリジナル脚本の開幕のセリフが無駄話っすよ。うんうんうん そうなんですよね。でも性格がわかるんですよね。二人の関係性というか。タランティーノかよと。タランティーノですね、あれはね。本当にメザボアドックスですね。そうですね。もう本当にあの、ライクアバージンはバージンの曲じゃねえんだと。同じですよ、あれは。タランティーノはもっとくだらないし、長いですけどね。でも二人の性格がわかるし、やっぱりあそこでうるさいっていうね。言ったのが最後、繋がってくると。そうですね。言うのは当然言わなくても。 えー、みんな感動したところかと思うんですが、何を隠そう僕は今回ですね。はいはい。ああ、やっと本題ですよ。本題です。本題本題。イヤホンという小道具をこんなに見せてくれた。<laughs> えー、50分間はい。なかったですね、人生で。そうですね。自分がイヤホン使ってる50分間よりも、イヤホンのことを考えましたね。うんうんはい、<laughs> イヤホンで聞くよりも。イヤホン使ってる時よりも考えましたね。うんうん、イヤホンとは。イヤホンがもう一つの主人公ですね。うん、確かに。まあ。三 <laughs> 人目の主演かもしれないですね。イヤホン。<laughs> ちょっとそこまでの根拠があるってことですよね。ありますよ。うん、確かに。うん、まあ、ベタに、 イヤホンっていうのは、小道具として非常にこう、エモいアイテムとして、まあ使われがちじゃないですか。うん、そうですね。恋愛ドラマとか、特にまあ平成を描いたドラマとかで。まあね、うん、今やもうちょっと懐かしさとか、そう,っすね、そういうのにも使われるんじゃないですかね。うん。うん、で、割とこう、電子機器っていうのはこう、日々、音楽電子機器っていうのは日々進化していて、うん、そのカセットテープレコーダーだった時代から、 えーうん、ウォークマンが出てきて、はい、MD が出てきて、はい、iPod とかになって、で今普通にスマホに挿すようになって、そしてワイヤレスへという、うん、こういろんな流れがあるので、うんあ、この時代の感じなんだなっていうのを絵的にバシッと一発で見せる力があったりしますよね。うん、確かに確かに。なんだけど、まあ、割と、 ベタな使い方っていうのはその中でもあって、うん、まあよくあるのは本当に音楽をシェアするっていうね。そうですね。片耳イヤホン、ね。片耳ずつのイヤホンという、はい、まあ曲が本当にあったりしますけど、はいはい、とかはあとプレゼントで交換するのに、相場感としてちょうどいいみたいな。そうですね。誰々からもらったイヤホンみたいな、ね。まあなんなら俺もプレゼントしたことあるなあ、マジっすか。うん、そうか中。中学かな ?3 年か。高校とかかな。うん うん、必需品だし、しかも壊れやすかったりするし、でも意外にちょっと背伸びすれば、3、はい、4千円とかで買えたりするので、はい、で、それは交換するので、交換して同じもの、色違いだったっていうところの可愛らしさ。あれ可愛か、ね、気の合う感じ、えー。お互いに対して求めているものが同じなんだなっていうところのバランスの感覚とかの表現もされていましたし、うんうん、あとは、外界の音を遮断する、 耳栓としての装置。うん。としての機能もあると思います、ね。まあ実際僕も耳栓として使ってますね。今、イヤホン。ああ、そういう時もありますよね。うん、集中するために使うっていうのもあるし。すね、あとなんかね、電車の騒音とかがちょっとうるさいから。 大江戸線とかね。はいはい。大江戸線はうるさいんですか僕あんまり使わないから。深い電車はうるさいっていうね。確かに大江戸線本当遠いですからね。遠いですよ。乗り換え情報が当てにならないのよ。あれ、一駅分ぐらい降りてるんじゃないか降りてる、降りてる。平行に行けば一駅進むぐらい垂直に降りてるんじゃないかって。まあまあまあ、そんな、私はどうでもいい。でその外界の音の遮断っていうのは耳栓として自分で使ってるっていうのも、 あれば、うん、普通に音楽を聞くために使っているものがそれが結果的に耳栓になっているということがあるわけですよねってい,い,い,、はい、いうのは音楽を聞きながらこう歩いてて誰誰っていう風うに話しかけられたさくらくんって話しかけられて、うん、外しながら何っていう時のこの今のところは聞こえてたのか聞こえてないのかっていうコミュニケーションというか,とか、ね、これはね本当ににくいところで、うん 割とテレワーク時代になってから、はあ、これ仕事でイヤホンしてるのに話しかけないでよっていう、あ<ー>なんていうのかな。そこで話しかけるのって嫌なものだなっていう時代にちょっとなってると思うんですよ。なるほどね。こう、あの、今、邪魔しないでというか。そうそうそう,そう、うん。イヤホンをつけてる時間は邪魔するなと。そう。だから会社とか、まあ、家族といる部屋とかで、はいはい、イヤホンしながら、相手が喋っててこっちが喋ってないときに、うん あ、今仕事中じゃないのかなとか思って、話しかけられたりする。<ー>いや、これ今仕事でイヤホンしてるから、みたいなことがあったりして、<ー>イヤホン中に話しかけられるっていうのはなんか嫌なことになってきてる時代のような気もするんですけど。なるほどね。この時はそうじゃなかったんじゃないかっていう、この有線イヤホンの時代の雰囲気を僕は思い出しましたね。ねだってもうそうくんがなんか表情あんま変わんないけど、毎度嬉しそうじゃないそう。 <laughs> そうなんだよ。そう。そう現,象そう現象が発生してますけど、<laughs> その通りなんですよ。そうですよね。っていう、その、会話の、ただストレートに聞こえていたわけじゃなかったよな、もともとっていう。うん。なんていうのかな。その、そう君がそう、こういうふうになることを見越してい,いるということではなくて、ほうほうただ、最初から全てがスムーズに聞こえていたわけではなかったじゃんか。っていうか。 ああ、なるほど。コミュニケーションとして、<ん>その、いや、最初から全部耳に直で届いてなかったじゃんっていう。ああ、なるほど。そもそもそうくんとの会話とかのシーンが、ことごとくイヤホンつけてる、そうくんに話しかけてるんですよね。です。なるほどね。最初からそんなに100%口から耳で言ってなかったじゃん。ああ、ほだ。っていうことは、この二人がこれから乗り越えていくであろう、 その断絶っていうもの、生じてしまった断絶っていうものもいけるんじゃないかっていうような希望に見えるっていう。すごいな。その、イヤホン越しに声をかけるというところがそこまで未来、未来までね。そうそう。で、もともとこの二人っていうのは、うん、イヤホン越しに声をかけて、うん、え、何っていう、ワンクッションを置くコミュニケーションをめちゃめちゃやってた人たちなので、本当だ。彼らにとってこの断絶っていうのは、 そんなに決定的なものじゃないんじゃないかというか。なるほど。希望的に、今の彼らの断絶を希望的に見せる過去描写だなって僕すごく思って。はあ、こんなイヤホンの使い方ないですよ。<laughs> いや、ないね。とな,なんか伝わってるかすごく自信ないんですけど、うんうん、<laughs> 意味わかりますいや、なんとなく伝わってきましたよ。パンうん、熱は。熱は伝わってきた、うん、<laughs> 熱じゃん。<laughs> でも、その、なんだろう、うん、こう、確かに、うん、あの、なんかワンクッションあるんですよね、二、うん、人の会話って。だから、その、うん、聴者っていう言葉が今回出てきて、うん、これからも出てきそうなんですけど、うん、その、健常に耳が聞こえて、会話もできて、音だけでコミュニケーションができる人たちの中でも、うん、別に、ゼイチじゃないというか、白黒じゃないというか、 聞こえてません、聞こえてますっていう二択の状態じゃないじゃんっていう世界観が、うんうん、この過去の高校生のシーンでもよく提示されてるなというふうに僕は思って、そのために本来は聞くためのものであるはずのイヤホンが、 耳栓になっているっていう状況。はあ、もう、もうそこだけでダブルに使われてるんだ。ダブルに使われてるし、なんならトリプルにとも言えるのは、はい、耳栓になってるかと思ったら、見かけ上は耳栓だけれども、好きな人の声はめっちゃ聞こえるみたいな。そうなんですよ。聞こえてるんですよね。<う>あれこのね。わがままのイヤホンっていう。<laughs> このドラえもんの道具をつけてるんですけど <laughs> わがままイヤホン <laughs> 好きな人の声だけ聞こえるんだっていう <laughs> そ<の>。そじゃあ、しずちゃんの声だけ聞こえるってことそう。のみたさんの声は聞こえないわとかもあったりしてね。<laughs> ただまあ、これは耳、<laughs> うん、耳だけでコミュニケーションをしてるんじゃないっていうことだと思うんですよ、僕は。おお<う>。あの背後に青葉が来てるんだっていうことは、うん、そうはもうなんとなく気づいてて、このタイミングで声かけてくるだろうな、っていうことを、 雰囲気で感じ取って、ええ。声かけてきた。えー、で、いや、もちろん、うっすらは聞こえてると思いますよ、はいはい、音楽の向こうに。はい,は,いはい。なんだけど、あの、ただ、き取って振り返ってるわけではないということは言えると思うんですよ。えー、の、なんでいや、いや、わかんないけど、だって、百発百中じゃん。<laughs> んかわかんないけどって。百 <laughs> 発百中だよね。いや、でも、百発百中の中でね、一、うん、発だけの音声聞こえてないですよね。 そうそうそう。あの、告白の時だけね。そうなんですよ。<laughs> だからコントローラブルなんですよ、ここは。<laughs> <の>そう。聞こえないふりできる時は聞こえないふりできるっていう。そう。っていう秘密道具なんですけど。秘密の。<laughs> そういう、本当に、<ー>ここの過去シーンのイヤホンだけでまず、異常にもう40ぐらいに意味が使われていて。なるほどね。えぐい。マジでえぐい、い<や>これは。確かにえぐいっすね、うん。で、えっとね、まあ、 現代の話にしちゃうと、うん、で、時代の変化を象徴するために、ワイヤレスイヤホンになりました。ね、で、優先イヤホンが壊れたタイミングが3年前なんですけど、そ,<う>それが、ソウ君の耳に不調が出てきたのと、約同じぐらいのタイミングだという話はもうすでにされてますね。ああ、そうか。はい、両方3年前なんですよ。そっかそっか、3年前か、はい。です。で、そこの象徴性もありますし、 まあ、ワイヤレスに変化したので断絶そのものを象徴しているっていうのは、えっと、前回もちょっと話したんですけど、<ー>ここも、もう一回するか<ー>ここ、ま。う, <laughs> もう一回すると、ワイヤレスイヤホンというのは、断絶の象徴のように見えるが、<laughs> うん、唯一優先イヤホンは持っていなかった機能を持っています。はい、それ何ですか転がる。転がるという機能。ボールのように、転がるという機能を持っていますね。ねいや、もう電車のホームでめちゃくちゃ、あの、うん ポスター貼られてますからね、落とさないでって言って。歳者ですごい多いらしいですからね。で、転がって、手元から転がっちゃうという最悪のあるある。そして。口で最悪って言ってますからね。最悪ってね、多くの人が言うんじゃないかなと思いますねで、つむぎちゃんは結構言葉を選ぶタイプの人なんだけど、一人言では最悪って言うぐらいに嫌なことがやっぱ起きたわけですね、そこで。落ちるっていうのは。で、知らない人の手元足元に転がってっちゃって、すいませんって拾うあの気まずさ。誰もが経験してると思うんですけど、 まさかのその断絶の象徴であった、そして時代の変化の象徴であったワイヤレスが、時間も一気につなげ、二、はいえー、人の物理的な距離も一気につなげる、えー、優先より優先な効果を発揮するという。<laughs> 何何何あのシーン、わからない、一瞬では。<laughs> すごいのよ。すごいな。拾ったワイヤレスイヤホンをね。うん。まだ持ってますからね、あ、そう、なんか、物議かもしてますよね。そう、返してないから、あの、歩いてる間に無意識にポケットに入れたんじゃないかと僕は思っているんですけれども。それがまたうん。つなげちゃうの位置情報分かったりするんじゃないかなとかね。そうですね。それもね、優先イヤホンは持っていなかった機能ですからね。エアポッツを探すみたいな機能でね。そう。iPhone だったら、できますので。できますからね。とかね、本当にそのあたりが。 えー、すごくて、イヤホン大喜利を徹底的にやってるなっていう話。いやしかも、なんかその、とにかくしつこいくらい見せるじゃないですか。うんうん、僕なんかね、このドラマね、なんかその、イヤホンも含めてなんですけど、うん、なんかね、しつこさがさりげないなっていう感覚があって。そうね。結構ね、イヤホンの描写めちゃくちゃしつこいと思うんですよ。うん、言ってしまえば。うん、しつこいんだけど、無音だし、うん、シーンとしても結構さりげないから、うん すっと受け入れられるっていう。うん、なんかこのね、こう、何度も何度も反復して、で、しつこいくらいに見せてくれるんだけど、うん、それがさりげないから全然ノイズにならない。そうですね。ててあのー、これ、すごい大事だと思うのは、うん、そのイヤホン外した手元アップとか、はい、そのイヤホンが置いてあるところにワンカットをこう、抜いて撮るみたいなことをしてないからか別に。わかる。そう、説明カットと言われるやつですね。はい、基本的には人と一緒にイヤホンが、 自然に、必然的に映っているだけなのを、僕みたいなうるせえやつが勝手に読み取ってるだけなので、<laughs> ただ、そうじゃない人にとってみても、うんうん、あ、耳ってとか、音ってとかっていうことをすごく繰り返し繰り返し意識するようにはなっていて、サブリミナルっていうほどじゃないんだけど、うん、そのやっぱりイヤホンが一つの登場人物であると言えるぐらいには、うん、てかまあ設定なんか場の設定とかに近いような気もするんですけど、確かにね。なんか ヒダとかを舞台にした作品があって、ヒダ <laughs>、はい、のシーン出てくるなとか、北海道を舞台にした作品で、北海道だなって、北海道っていう説明がなくても、うん、北海道だなっで、北海道が一個の登場人物になる。な寒くて、雪がとかが、もうあのそのままこう登場人物のドラマとかにも絡んだりしますけど、これはイヤホンがそれだと。イヤホンがそう、気候とか、うん、土地の設定に近いぐらい、滲んでる、馴染んでるというような感じが。 しますね。で、タワリコで、はい、え、彼女がね、紬が、あの、仕事中に勝手に主張しているところがありま,、ね、ありましたね。で、これはね、これはね、はい。当時から変わってないシステムなんですよ。そうですね。 <laughs> ずーっとそれはそのまんま、このね、ガチャンっていうでかいヘッドホンのタイプで、うん、ここは優先だっていうのはね、昔からこれはね、変わってないシステムなんですよね。ねここを無線にしたらパクられますからね、そううそうなんですよ。いや、もうバカでかいやつにしないと。そう。で、音のビジネスの中心地とも言える、渋谷のタワーレコードという、これは変わらないものの象徴ですね。しかも、あれ、すげえな、あそこで撮影してんの。そうですね。やば。いや、やばい、いいやばいですよ。 で、あそこで聴いてる曲がね。視聴で聴いてる曲が。スピッツの。楓なんですよね。その歌詞見てください。はい。とにかく。はい。あの、もう、もう言わない、あのね、歌詞、曲聴いて、歌詞見た方が感動できる。そうかもしれないですね。もう、うわ、これ、このドラマの話じゃんっていうふうになれるんで、いや、本当にそうですね。ぜひ。 で、それを聞いていると、もうスピッツを好きになっているし、そうですね。そうのことも思い出しちゃっているっていう描写なんですけども、それを、まあ、これね、本当は家で聞いててもいいわけなんですけど、シーンとしてはね。ねそうそうでもやっぱり、こう、当時を思い出すようなシチュエーションで聞いているという、そうなんですよね。ような素晴らしいシーンだなと思ったりとか、ね、あ,あとはもう、音っていうことに関しても、うん、そのイヤホンが出てこないシーンも、うんうん、ずっと、こう、 意識されていて、うん、例えばですよ、はいえー、鈴鹿王子さん、湊、はい、くんがですね、はいえー、その事実を知りまして、はいえー、妹さんから、えー、耳聞こえなくなってから、えー、友達付き合い悪くなっちゃったみたいなことをポロッと聞いてしまって、はい、で 心臓がね、バクバクしてるような感じで、はい。はっって言って、うん、走って、まあ階段登って心臓がさらにバクバクして、とかもまああると思うんですけど、<笑><笑>まあそんなね、体力的な問題、ね。体力的な問題もあると思うんですけど、うん、まあ心理的な問題で、こう緊張しているのがすごくよくわかる描写として、うん、その次のシーンでどこにいたかわかりますか線路沿いですね。線路ですね。さすがですね。あれ、素晴らしい演出だった。何もかもが、うるさいんですよね、うん、そう。 カン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 っていう信号機の音ね。で、こうやってガタ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 ンってって。で、それで電車がね、通っていって。あれ、監督狙ってますよ。結構追い詰めてるなーっていう。待ったんですよ、あれ。こう。確かに。バッチリなタイミングでね。確かに確かに。こう、電車通るって時に、あれ、もう鈴鹿さんに、ちょっと気持ち作っといてください、つって、気持ち作ってもらって、で、あ、何分後に電車通ります、つって。よし、はい、今です、つって、やってもらってんの。あのシーン撮るの大変よ。 一回ダメだったら、あと4分ぐらい待たなきゃいけない。んですよね東京でもね。そうですよ、本当に。そう、あのあたりの、うんあ、音がうるさい世界に生きている側の苦悩っていうのも、こうして描くんだな、っていうこともよくわかるシーンでしたね。ねだからあの音がリズムを作る役割もしつつ、うん、なおかつあのその人物の感情とか物語のテンションを 音で表現してるって思ったんですよね。あそこはもう、あのうるさい音が、もうその鈴鹿さんのもう、港区の気持ちをもう表現してるし、そういうところが結構あって、そうですね。とにかく徹底されてるんですよ。その音というものの使い方。音監督みたいな人いるんですかねなんかそのぐらい、なんか、そのくらいですね。スペシャリティのあることをやってるような感じがして、その、サントラみたいな、劇版みたいな感じで、 音が使われてますね。自然音とかが使われていて。これは映画みたいだなっていう、すごい。バカな感想ですけど。いや、でもね、あのね、風間監督がやりますよ。そうですね。あの人も映画畑の人なんで。これは全然たまたまじゃないなとやってますよ、あれは。思いますね。はい。で、あとは、あと、そうだ、えー、そもそも、紬が層を好きになったのって、声なんですよね。そうですね。で、最初本当に見た目見てなくて、みんながこう、 そうが壇上で言葉を読んでいると。うん、言葉っていう文章を読んでますね。そうそうそう。で、みんなこう暇そうにしてて、下向いてるんですけど、うん、声が聞こえてきた時に、ぎだけ顔を上げるんですよね。そう。ね。だってあんなのね、うん、基本つまらんやん。うん。なんか真面目な人が作った真面目な感想文みたいなね、作文を読み上げられるんでしょうん。うん 全校生徒集めて。あのシーンもすごかったな、あんなにエキストラ集めてさ。集まんなよ、あんなに。なんで業界人出すぎて。業界人まあまあ、お金かかってますね。お金かかってるじゃないですか。で、あそこまでやって、でもね、大抵退屈なもんじゃないですか。そこで、ふって顔上げちゃうんですよね。これもね、ちょっとわかるというか、ちょっとあるあるなんですよね。その、僕、生徒会で、 こう前に出る側の人だったんで、で結構目立つ側で、はいはい、むしろあの、総君の立場だったんですよ。別にあんな体操だんないですよ。んあんな体操ですよ。総君と重ねやがって。あんな、いや、全然ですよ。全然その、<laughs> なんだろう、別にもっとその、ふざけて、あの、<laughs> 選挙とか勝ち抜いた側というか、<laughs> ボケでやった側みたいな感じ全然あんな感じではないですけど、<笑><笑>なんか、そんな僕でも、なんか、生徒会の、なんていうのかな、公開、 公開議会みたいなやつが、をみんなの前でやるときがあって、それ、もう本当に退屈で誰も見てないじゃないですか、基本的に。で、その時に、まあ、卒業するときに、えっと、1年生の子に、一緒に写真撮ってください、みたいな、言われて、なんで、なんでみたいな、言ったら、まあでもあるじゃないですか。なんか3年生の時に1年生とかで、ファンなんです、みたいな,な。 謎の文化あるじゃないですか。先輩好きみたいなやつあるじゃないですか。ありませんでした。いや、あだった。丁にはあったのかもしれないけど、あの、俺みたいな陰キャにはありませんでした。僕も、でも僕別にその、イケメンとかそういうのじゃなくて、なんで俺みたいなのがみたいなことを聞き、聞いてみたら、あの、生徒会で手をあげた時に、挙手した時に、手の上げ方が綺麗で、 見ちゃいました。みたいな言われて。俺の顔、見たかなかったらしいんですよ、その時。でも手は綺麗だったんでしょっていうことを言われて、ああ、そういうことあるんだと思って。全然違うな。全然違うな。ここカットだな。すいません。全然カットしね絶全然カットしねどうしようもねえこと言ってしまった。めちゃくちゃなんか。だからこうそうですね。もう、そう君と一緒ってことですよね、大島さんは。大島さんはもう、そう君と同じ経験をしていたっていうエピソードトークが。4分ぐらい切ってください。切りません。もう、そのままます 雨のシーン、雨のシーン。雪のシーンが終わって、雪のシーンが終わって、シュッとね、無音でブラックアウトしまして、雨すごいねって言って、もうね、いいよ。どんどん投げやりになって、正気保ってよ、正気保ってよ、サイレントのためにさ、何、何、自爆しといて、自爆しといて投げなきゃいなって。あるのよっていう話ですよ。雪のシーンの次に雨になってますね。そそうう あ,あの、ちょっと不安になる無音をね。ね経て。ブラックアウトを経て。そう。えー、二人で寝てる雨のシーン。うん。で、5時、寝よって言って、うん、えー、これどっちの5時なんだろうなと思っていたら、うん。まあ、休日の夕方の5時とかの可能性も、まあ、なくはないじゃないですか。まあねー。で、まあ、雨の強さで目覚めちゃった朝五時だったっていうことがね。うん、まあ、わかりますけど。うん。で、うるさいって言ってカーテン閉めて、そこでタイトル文字、際 <laughs> なんだなんだこれから何が起こるんだ <laughs> おしゃれうるさいっていう話しかしてないぞ、今のところ。そうそう,そうっていうねこ。これもすごかった。もうこれももう本当に音の使い方秀逸でしたね。本当に。そうなんですよね。あ、そうで、そうそう。で、つむぎが、うんえー、好きなこ声で好きな言葉をつむぐ人だった。はい。と、そうのことを、えー、紹介してるんですよね、<う>心の中でね。うん、で、あの原稿用紙をさ、そう。青葉が持ってるんだよ。つむぎが持ってるんだよ。持ってるのよ。あのね、壊れたイヤホンと一緒にね。そう。 だから、そうセットみたいな。そう、そうセットが。やつを持っているというね、<laughs> 未練めっちゃあるじゃんっていう。あるじゃんっていう。こともよくわかるし、好きな言葉を紡ぐ人だったっていう。ね。まあ、紡ぎと紡ぐっていうのは漢字こそ、まあ、普通に考えれば違う字なんですけど、傍、ね、石の傍ですもんね。うん、紡ぐの方だったら。うん、ただね、うの描写を心の中でするときに、うん、自分の名前使うかっていう。<laughs> <laughs> めっちゃ好きじゃんみたいな。めっちゃ好きです。もうそれをね、好きなのが伝わるのよ。そ,<う>そ,それ良かったかも。ね、なんか、つむぎちゃん、ほん 本当に好きなんだなっていう。なんかそれをキャピキャピした感じとか。じゃないね。なんかこう、あの、頭がゆだっちゃったみたいな系の表現じゃなく、なねうん、本当に大好きなんだなっていうのがしみじみ伝わる、うんうん。で、それで、まあ、イケメンなのは、まあ、置いといて。うん、で、青葉つむぎも、まあ、川口春菜さんも、あの、可愛いのは置いといて。うん、やっぱ、 つむぎからそうに対しては、見た目で入ってないっていうのが,が。そう、こう美しいですよね。これが確定なんだよなそうなんですよ。ね、で、これは、もう、全部に言えることなんですけど、うん、その、元彼みたいなことを聞かれた時に、昔付き合ってた好きだった人ですって言い直してて、そう。いや、元彼とかっていう、普通の言葉じゃ収まらないんですよ、みたいな。そうそうそう。もう、くくれないんです、そういう枠には。そのぐらいこう、言葉を選んで、 喋る人なんだっていうのが、こう二人の共通点であり、うん、まあもちろん湊斗くんも含めて、みんなそういう人が出てきてるんだと思うんだけど、あのね、このドラマの良さそうなところとして、言葉遣い悪そうな人が出てこなそうですね。ああ、なるほどね。うん、だからもう単純にいい人っていうのとはまたちょっと違いますね。うん、違って、性格はそれぞれあると思うし、うん、あの嫌な面も見せてくれるんだとは思うんですけど、うん あのね、現代の描写をする際に、例えばなんかもうそれピエンだわとか、何んしか勝たんみたいなことを、なんか、現代の人だよっていう描写のために、無理に入れる脚本って結構あると思うんですけど、なんか流れ玉が誰かに当たってしまった。<laughs> いや、わかんないですよ。そのそれが機能してることもあると思うんですけど。<laughs> ね、はい、はい、はい。流れ玉をね、打ってしまいました。まあでも、そういうことはなさそうだなっていうのがあって、うんうんうん それはすごい見やすいんだろうなと思って。いや、そうですね。なんか本当にあの、いいセリフ、いいセリフっていうふうに思いますけど、うん、あの消化にいい感じ。そうですね。うん、優しい。優しい。薬膳スープ。薬膳スープみたいな。ずっと飲んでいられるみたいなやつですよね、うん。で、実際にそうの言葉選びっていうのを分かるシーンっていうのは第1話の中ではかなり少なかったんですけど、うん、僕は良かったのは、先生から LINE が来た時に、はいはい、最近どうに対しての返信、うんうん、静かです。 って帰ってきてるんですよね。ねなのでまだ治ってませんとかっていう言葉よりも静かです。うん、まあ生活も静かなのかもしれないし、うん、世界も静かなのかもしれないしっていう、先生どう返したらええねんとは思いますけど、<laughs> そ,そっかっ。そ先生の返しやすさもうちょい考えたれとは思いますけど、うん、でも、なんてなんて返したんだろうあれ、うん、でもそうくんの、うん 性格は出てて、素晴らしいなと思ったりとかっていうのが、まあ僕の今回の、えイヤホンという話を中心にした、やっぱり音にこだわりまくった、そして音という言葉や、音回りのアイテムにこだわりまくったドラマなんだよというのが、まあ、分かってもらえたかなと思いますね。そうですね。もう、みっちり。でもこっからですよね。で、それを、断絶を乗り越えるというか。そう、こっからがね、もう、その、1話でこんな、もう、 まだ味するのっていう。ね、ここまで噛みしないて。ね。で、人物を相当増やしたりとかってことは多分そんなないでしょうから。うん、で、風間俊介さんが。 え、5話ぐらいで出てくればよくないみたいな、風間俊介さんが出てきて、<laughs> <で>え6話ぐらいで言えばよくないみたいなセリフをもう言ってるんで。<laughs> すごいですよね。もうあの、突然なんかあの、ぶ、うん殴るみたいなセリフ言ってましたからね。うん、そういうセり込みがあるんですよ。<laughs> うん、偏見っていうか、手話とか障害とか、奉仕の心とか、うんうん、絶対いい人なんだろうなって勝手に思い込むんですよ。ヘラヘラ生きてる聴者の皆さんは。 まあ僕も長者なんですけどね。<laughs> それ6話ぐらいでいやるいやとかね。<laughs> いやだからもう1話でこのくさびを打つことで、うん、なんかこう、ドラマとしての覚悟も見えたというか。い、ね、まあいい意味でだと思いますけど、うん、本当に、いや1話で終わりでいいかもって言ってる人もいっぱいいますよね。うん、いやそう、でも正直本当にね、気持ちわかりますよ気持ちはわかる。うん。うん、だから先が見たくないとかじゃないんですよ。うん、もう、ただもう完成度があまりに高すぎて。うん、私やっぱ1話って。 単体でも成立してますよねそ。そうです。もうこれでもう一個の物語として、短編としてできてる。う,ね、うん。もう本当に。まあただその手話でこう繋がっていく今後のシーンとかももちろん見たいんだが、うん、なんかそれを予感させる要素は、やっぱり川口春奈さんがめっちゃ持ってるというか、うん彼女の川口春奈さん本人の要請っていうこともまあさておいて、こう役の中でも、 つむぎちゃんはめっちゃ積極的だし、そうそう。つむぎちゃんの方が声でかいとかも含めて、うん、あ、この子は前向きに行くんだなっていうことがよくわかるというか予感させるものなので、うん、だからもちろんね、それを実際に見れるなら嬉しいんだけど、見れなくてあそこで終わったとしても、絶望的な話じゃないんだよなっていう。そう,そう。あとあの、ね、あとは僕はもう本当この先、みなとくんが心配。 まあそれはもうしょうがない。同じ港仲間としてね、本当にね、もう。そんなこばっかりなんだけどね、最近鈴鹿王子さんはね。本当にちょっとそれがね、まだ1話の段階だったら、まだ、まだこれで終われるけど。まあね、嫌な奴か可哀想な奴しかやってないですからね、鈴鹿王子さん最近ね。いやね。つむぎちゃんに関しては結構その、 あんま不安ないですね。不安ないですね。でもそれで言うとそれ素晴らしいことじゃないですか。そとですよ主人公にすごい気持ちも乗っかって安心して見れるっていうのを1話の段階で示してくれるって、うん、なんかやっぱドラマのね、連続ドラマの第1話としても、やっぱり本当素晴らしい,い、ね。いや、素晴らしいと思います。だなって思いますね。やっぱりその、なんて言うのかな、その表面上の 起こっている事件の話だけをするドラマっていうのが僕は、まあそろそろ時代的に、こう時代遅れだなというか、うん。そ、そ,そ、そ、そうですね。そうです流れ玉そんな打っまあ,まあに他のものを下げるとかじゃなくて、<laughs> えー、その、いろんなことが同時に起こっていて、うん、それを積極的に前のめりに読み取るっていうドラマが、うんうん、やっぱり今後は、 大事だなと思っていて、そういう作品だなってすごく思うし。うね、いや、本当あの、流しみでは味わい尽くせないドラマです、ね。流しみじゃダメですね。うん。いや、もう本当釘付けになってみないと、うん。そういうものですよ。うん。で、まあ有料のところでね、あの、過激なドラマっていうのを、まあやるのもいいんですけど、うん、いやいやいや、無料の地上波で、前のめりのものを別に過激じゃなくて作れるから。うん、いや、そう。っていうことを教えてくれるドラマが、 本当に気抜いてると出てきますね。出てきますね。出てきましたね。出てきました。最高でございます。しかもそれを若手スタッフで作ってしまう,う。う <laughs> すいません。<laughs> もう僕がイヤホンの話してるだけで30分経ってしまったんで。一1話 <laughs> 終わりました。1回締めましょうかね。<laughs> そうですね。この後も2本ぐらい。<laughs> まあ、撮るかもしれないですけれども <laughs> か、まあ、細かすぎて伝わらない話を、えー、していきますはいしていきますのではい無限前やかしは youtube と podcast で配信しております、はいえー、youtube のチャンネル登録 spotify のフォロー spotify の評価星付け、えー、youtube のコメントツイッターのフォローえー普通おたなどもお待ちしておりますのですべ、えー、てよろしくお願いします以上大島康之でした,高野でしたありがとうございましたありがとうございました 高野湊です無限まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを、えー、私たちがですね、えー、無限に貪っておりましてそれらの感想考察を述べていくラジオでございますはいサイレントサイレントええー、富士の木曜ドラマサイレントの、はい、ええー、第一回に関しての三本目の動画になります <laughs> まだの方は一本目二本目をお聞きの上こっちに来てくださいはいえっ、ー、ともうすでに 本編の尺を超えてしまいました、ねマです。マジっすかマジっすかえ <laughs> あ、そうか、うん。だって本編が1時間拡大で15分だったでしょ <laughs> あ、そう恥ずかしいな。恥ずかしいんですけどね。そういうドラマなんですよ、うん、これ。そういうドラマなんですよ。申し訳ない。いくらでもあるんですよ。はい。まだドラマで見てないという方は本編見てからの方が楽しめるかもしれないんですけれども。はい。いやでもこんなに楽しんでるんだ、みたいなことを聞いてから本編見てもいいかもしれない、ねああうん、確かにね。うん、うん。そう。こんなに楽しんでる人がいるなら、それは面白いだろうと思ってくれると。 そうですよね。とにかくどんな形でもいいから見てほしい。はい。本当に。よろしくお願いします。いや、ま、今回はね。うん。本がいいと。脚本。脚本がいいと。脚本の話を脚本家がします。はい。だって脚本家が言うんですから。はい。そりゃいいんですよ。同世代の。同世代の脚本家がします。同い年ですよ。同い年で、去年ヤングシナリオ大賞を取った新人さんが、初めて書く、うん。レンドラオリジナル脚本。しかも深夜じゃなくて。そう。木曜。十10時。 10時ですかめっちゃいい時間帯にやるのがいいっていう。しかもオリジナルね。こんなことある具体的にくださいよ。まずね、もうこれちょっといきなり、本当に深すぎて、本当にどんどん人を振り落としていきますけど、しがみついてください皆さんね。まず、サイレントの話ではありません。あのね、サイレント、いいセリフだって言われるじゃないですか。セリフがいいって。 いいセリフって何ですかおセリフの定義というか。はい。いいセリフって何ですかって今僕に聞いてますね。まあ、あの、聞いておきながら自分が言いたいだけなんでちょっと言わせてもらいますけど、あの、僕の考えるのは、三つ。あ、条件。条件。はい。共感。共感。翻訳。翻訳。快感。快感。もうこれ一つずつ、まあ、説明すると、はい。共感はもうわかりやすくて、うんうん。あ、私のことだって思える。はい。で、それは、 もうあの、その、私が喋っているようだ。でもいいし、そのセリフの内容に、あ、わかるって思う。でも、ありだし、そういうものは、いいセリフと言われますね。で、もう一つ、翻訳。これはちょっと難しいんですけど、もう、あの、言い換えとか、って言いますかね。あとは、えっと、世の中で、なんかこう、もやもやして、自分で感じ取ってはいるんだけど、言語化できてないものを、 ズバッと言葉にしてくれたときに、ああ、いいセリフだなって思ったりする。ああ、なるほど。共感と一緒くたにされちゃうことが多いような気もしますけねあ。そうなんですけど。でも厳密には違う,っいうす、ね。そうそうそう。だから、まあ、これがバカも、バカみたいにうまいのがやっぱり坂本祐二さんですよね。もうその、我々がやっぱりちょっと分かってない、言葉にできない言葉に、うんうん、を言葉にしてくれるっていうところ。うん、なるほど。だから、まあ、なんかあるあるを生み出してくれたりとか、うん っていうこととかが、まあ、翻訳と呼べるのではないかなとい。共感が自分のことについてで、翻訳は割と他人のことについての自分の感想だったりが多いかもしれないなるほどね。あ、それはわかりやすいですね。きっちりではないけれども。そうですね。なんかこう、例えば世の中に対してもやもやと感じてることとかを具体的に言語化してくれるとかは、僕は、うんうんうん いいセリフになるし、翻訳かなと思ったりして。みんなが思ってたことを、こう、もやもやした状態じゃなくて、ガチッと言葉にするっていう作業の、こう、精度というか。そうですね。なるほど、なるほど。共感翻訳。で、最後が快感ですね。はい。これも単純に耳で聞いて気持ちがいいかどうかっていう。まあ、こう、言葉遊び的な感じだったりとか、リズムがいいとか、まあ、こういうものが、まあ、やっぱいいセリフだなっていう。これは 単体で評価されることは少ないんですけれども、ほうほうま、やっぱ全体のイメージとして、はい、なんだか耳に聞こ、持ちが良かったなっていうのを含めて、いいセリフだったと、表現されたりもする。と思うんですよ。はいはい、ま、この3つだと思ってるんですけれども。うんはいはい、授業だな。で、これのね、じゃあ、悪いセリフっていうのは、<laughs> この逆なわけです。わ<お>かりやすく言うと。共感できない。そう。共感できない。つまり、あの、だからこれを3つ言うと、はい、エゴ。 ああ知ってる。うん、気持ち悪い。<laughs> <laughs> これがドラマ見てて嫌だなと思うセリフだと僕は思ってます。エゴっていうのは脚本家のエゴってことですね、うん、そうそうそう。まあ脚本家だったり、うん、それかまあプロデューサーなのか、うん、それかまあ現場なのかわからないですけど、うん、とにかくあんたが思ってるだけじゃんっていう、うん。なるほど。で、それは結構いろんな ことにも言えて、うん、まあ、エゴっていうのは、例えば、あの、僕が苦手なドラマのセリフは、なんか、ドラマでしか言わねえじゃんっていうような、<ー>なんか、何々だわっていう高校生とか、いないじゃんって思う。うん、その辺も僕はエゴの中に入ってると思ってるんですよ。うんうん、だってそれは、もう向こう側の思い込みだから、そういう風に喋るやつがいるんだよってい思い込みでもあるし、うん、あとドラマっていうのはこういうもんなんだよ。 っていうものをぶつけられてると言える。うん、だからやっぱり英語だなって思ったりする。なる,なるほど、なるほど。こういうのはあんまりいいとは言わない。うん、あとはやっぱあの、その、翻訳の逆は知ってるって。うん、るこれ一番趣味やね。<laughs> 知っとるわっていう。うん、いや、思いが、なんかもう本当にすごい俳優さんがね、はい、めちゃくちゃに泣きながらめちゃくちゃ盛り上がる音楽かけて、うん、知っとるわっていうことを、うん、言われてしまうと、まああんまりいいセリフとは、 言えない。まあ、騎士感というか、うん、そう。新しくないねってことですよね。これね、僕が脚本の勉強してるときに、うん、ある脚本家さんから習ったことでずっと心に留めてることがあって、はい、脚本家の仕事っていうのは、<お>愛してるを、愛してるを使わずに表現することだってあ。あ、それは脚本家の仕事なんですね。っていうふうに。なるほど。でも本当に実際そうなんですよ。やっぱりその、例えば、 この人がこの人が好きとか、うん、そういうこととかは、基本的にまあプロットというか構成と言われる部分で、うん、そこら辺はね、まあ究極ね、うん、脚本家じゃなくてもできるんです。なるほど。で、脚本家じゃない人が決める場合もある。うん、例えばプロデューサーだったりとか、うん、あとはまあ原作がそうだったりとかっていうこととかあったりするんですけれども、うん、どこれを、その、いかにどう表現するか、うん、この、 じゃあ、この誰々が誰々を好きというのをどうやって表現するかっていうのは脚本家の仕事なんですね。で、まあ最後は、まあ快感の企画だから気持ち悪いですよ気持ち悪い。本当に聞いてて気持ち悪い。うん、もう本当につっかからなあとか、うん、なんかいちいちブツブツ途切れるなあみたいなのがあると。まあこれが基本。はい、いいセリフとは共感、翻訳、快感で、はいはい、その逆の良くないセリフは、英語、知ってる、気持ち悪い。うん 分かりやすいです。かりやすいです。もう全部納得いく。そうそうそう。ただこれね、難しいのがね、応用編で、気持ち悪いをあえて使うことによって、いいセリフが生まれたりするっていうこととかもあるんですよね。あの気持ち悪い逆手にとって、気持ち良すぎると、耳にスーッと流れてっちゃうから、あえて気持ち悪いを入れることで残るっていうこととかもあったりするまあそれは応用編なんですけども、ここまで踏まえた上で、いかにこのサイレントが、 いいセリフなのかというのを、この共感翻訳快感という回転から、紐解いていこうと。はい、はい。100分くらいかかります、ね、大丈夫です <laughs> なんとかします。なんとかします。<laughs> もうすでに8分かかってるけど、はい、なんとかします。まあ、で、プラス、うん、ちょっとプラスこれも言いたいのが、はい、あの、僕これを見たきっかけがね、監督が専用なんですよ。はい。共に企画書を作って玉砕してきた。はい。はい 人で、こん監督の演出もバカの、バカみたいに。わ <laughs> かりますよ。バカみたいになですよ。かよだからそういうのもちょっと折り混ぜながら、<laughs> はい、いかに良かったかっていうのを。本編行きましょう。う本編行きましょうね。はい、まあまず冒頭ですよ。冒頭から。はい、冒頭。うん。これであのね、行ってきますって言って、うん。階段、 下がっていって、つむぎちゃんがね、マンションの外側から見える。で、それでね、カメラがね、空見てたのが、こうやって下向いて、ぐーっと降りてくじゃないですか。もうここでもう、あ、映画だってなる。確かになぁ、そ広いんですよね、なんか、画面の動きが。で、しかも、あの、重厚なカメラ使ってる。で、それで、なんかね、雪がちらちら待ってるんですよ。待ってる。この時点で、おい、やったのかと。でもね、でもね、まだね、この時点では、いやいや、 し、CG やろ。は CG だよな、つって。だって、これ撮影期間さ、暑かったじゃん。ね。雪のシーンなんて撮れるわけないじゃん。ね。まあだから CG で合成したんでしょとか。一生懸命自分に言い聞かせた。で、その後ね。あの、まあ、そうに会う。はい。つむぎちゃんと。開幕、ぶちかましたのが。雪だるまの話って。無駄話ですよ。まあまあ、そうね。開幕無駄話で始める新人脚本家の肝。 これ、すごいよ気も座ってると。俺、未だにできねえよ。やりたいけど。スノーマンの話なんですって、あれ。それ言われて、言われてやっと、あ、それで通したのかなって思ったけど。そうだよ。そういうことだったんだ。まあ。でもまあ、その、無邪気さがわかるシーンですよね。そうつむぎちゃんのね。そうですね。で、その後、外に出て、雪降ってる。降って体についてる。いてる。ああ、これ降らした。CG じゃない。 これ降らせやがったっ上でバサバサやってる。そう。はい。もうこれ、あの、えっと、やっぱ、まず、そのドラマの撮影において、うん、雨を降らすは選ばれしものができて、うんうん、雪を降らすは神にしか許されないと僕は思ってるんですよ。<laughs> うわー、なんか生々しいな、はい。もうこれはね、神に匹敵する行為をやってるという時点で、もうこの作品の気合の入り方がね。<laughs> あわかると。わかると。確かに。で、それでまあ散々話しましたけど、まあ、うるさいとかの、うん よかったですね。うるさいが、最後のうるさいで、全く違うようになってる。こんなことは、脚本家じゃなくてもわかる。うん。わかります。僕が。あ、でもだからあれだ。だから第1話のティザー流れた時に、第1話のティザーも、雪のシーンもろもろ使ってたんですけど。使ってた。そうだからちょっと、あっって思ったのかもしれない。あ、そうそうそう。地上波ドラマで雪って思ったのかもしれない。これはもう違うぞと。他と違うそれは無意識に僕も思ったのかも。うん。もうこっから、 こっからですよ。うん、もう死ぬほど細かい話しました、うん。100分かかるわ、これ。死ぬほど、あの、僕が何がすごいかって言うと、もうあの、はい、自然な会話の中で状況説明をし、なおかつ人物を浮かび上がらせるっていうのがすごいと思ったのが、うん、あのね、基本的には不動産周りの話。おお、そうね。ずっと不動産の話してる、ね。いや、まず最初にね、ねうん、こうあの、電話してるじゃないですか、つむぎとみなとくんが。はい、で、それで、なんか緊張するって言って、うん、緊張っつって。 動産屋の人にさ、こいつら同棲するんだって思われるじゃん。こういうやり方でまず、確かに。二人が同棲するくらいの仲なんだっていうことを表現してるの。確かに。でもこれから、あの、これでね、もう俺が、あの、えっとその、知能指数3くらいの俺が、ここのセリフね、疲れ果てて書いてると、一応予防線張るけど、早く決めちゃいたいなみたいな、いや、ダメだよ、ちゃんと決めないと、これから同棲するんだからさ、って言わせちゃう。 下手したら、うん、その電話じゃなくて、うん、これだね、僕があの、ね、見てきたボンビャクのドラマ <laughs> ボンビャクのドラマこれ、<laughs> ボンビク、ボンビクシリーズね。ボンビャクシリーズ、ね。ーズ <laughs> あの、何の時間っていう、うんうん、そのカフェで過ごしてるときに、あの、手元にお茶だけあると。うん、マグカップを両手で持ちながら、<laughs> うん、もうすぐ同棲だね。<laughs> <laughs> ありますよ、普通に。ある、あるでしょあるでしょ <laughs> これを。何してるの今て何してる <laughs> 何の何<し> <laughs> で、それでどっから出てきた言葉なのみたいな。そう,そうそうそう。なるけど、もう非常に自然に、二人の間柄はわかるっていう、うん、この一言だけで。うん、素晴らしいわ。素晴らしかったっ。確かに。で、この後の、うん 居酒屋で港くんが喋ってる。あそこすごいっすよ。あそこが何がすごいか。何がすごい。とにかくね、港くん周りマジですごいんですけど。はい。鈴ね。ちょっとね、港くんがすごいって言うとなんか自分がすごいになっちゃうからちょっと怖いんだけど、鈴鹿さんが。鈴鹿さんがすごいっていうのなんあの、まずね、えっと、まあ気になるわけですよ。その、えっとこう、つむぎちゃんが、あの、倉庫にあったっていうから。で、それで港くんが、そう、今どこで何してるか知らないうん。 その場でいる人に聞いてはミナトが知らないなら誰も知らないっしょこれやばいのこれこれいいセリフだなと思う。これ何がやばいかって言ったまず一年。ミナトが知らないなら誰も知らないってことはミナト君が一番ソウ君と仲がいいってことがわかるでプラスアルファでここ入りでねみんなスーツなのスーツで飯食ってるってことはこれ会社関係だって思うじゃん会社関係だって思うのに そうくんの話をして通じて、うん、しかも港が知らないなら誰も知らないっしょっていうセリフが出てくるってことは、うん、こいつらは高校時代の同期で飲んでるんだっていうのが、うん、この2行でわかるの。確かに。すごくない確かに確かにその2行で全部わかります。ためちゃくちゃ鮮やかなの。この、たった2行で4人がだべってる、この関係性が、うん、しかも見た目と違うんだよ。うん 見た目だったら、会社の同僚なの。うん、会社の同僚と酒を飲んでるっていうシーンに、最初の印象だとなるのに、うん、このセリフ一発で、高校の同期同士で、久しぶりに仕事、別々のところでおそらく仕事してるんだろうけど、一緒に会って喋ってんだっていうのがわかる、うんうんうん。仕事終わりに、そう。あの、部活の仲間かなんかで集まろうぜっていうことですよね。そう,そう。これがわかるの、ね。クラスかもしれないけど。こう ことをやってくんんだよよベテランよこんな確かにそう考えると、いや、確かになん,なんで分かるんだろうなって思ったんだよ。そう、だからなんで、これがポイント、これがポイント。はい、その、なんで分かるんだろうなってくらい、はい、関係性の,つの伝え方が自然。はい、もう、これはね、もう、 本当にできない。うん、もうよくよくやらないとできないよ。うん、だからこれは、やっぱね、百0 0ウッドカータさんがね、本当に会話にこだわってるからだと。会話にこだわってる。まず会話ありきなんだと思う。たぶ、うん、まず会話ありきで、会話をよくする。うん ことを考えてる。うん、でも、そこに何とかして説明を入れなきゃいけない。うん、シーンの意味を持たせなきゃいけない。そう、持たせなきゃいけないっていうところで、うん、いかに自然な会話を崩さずに、うん、この関係性とか情報を分からせるかっていうのが、もうここにめちゃくちゃ詰まってると思ったらですよ。で、この上で、で、ここで、で、つむぎちゃんとお友達のシーンとかも入りつつ、で、また戻って、はいうん、で、なんで今更そうのこと気になるのみたいな話になった時に、うんうん、ほっとけよ。小賀線の送別会にすら来なかったやつ。そう。 で、小賀線って誰ってなって。そういうこと。小賀が,がその後出てくるんですよね。<う> <laughs> 小賀先生ね、ま、多分。そう。で、またね、はい、こう、小賀線の送別会っていうくらいだから、うん、あの、小賀線っていうのが、うんま、大事な人なのがわかるじゃない。だし、小賀線がもう先生じゃないこともわかる、ね。そうなんですよ、送別だから。ね。え もうこの一行でさ、どんだけ情報詰まってんのって話なの。<laughs> で、小河川って出てこないと思うじゃないですか。そう。出てくるんですよ。出てくるんですよ、この後にね。無駄がない。だから、で、ここでね、後に話すところに続くんですけど、はいはい、でも小河川の送別会にしたらこの買ったやつっていう話から、はい、本当に小河川のところに行くわけです。行く。山崎茂則さんね。そうそうそう。で、ここで、まあ、たわいのない話するんですけど、はい、まあ、ここでなんかフットサルみたいなのやってて、うん、で、 あ、なんかやっぱサッカー関係なんだなっていうのはわかる。先生じゃありませんとか、ね、そ,うそうそうそう。ね、みたいなのがあって、うん、で、これで、普通になんてことない会話をした後に、うん、小賀線がね、港くん帰った後に、LINE を開くわけですよ。うん、そうですね。そうしたら、知らないって雰囲気だったのに、そうん、君の連絡先知ってるんですよ、小賀線がん。こっちから送るんですよ。こっちから送る。で、これの、はい で、これと、一個前のいいところで言うと、あの、一個前のシーンでは小賀線の送別会にすら来なかったやつっていうので、小賀線って誰っていうのが入りましたよね。で、この小賀線のシーンは、もう言ってしまえば、空振りのシーンなんですよ。確かに。まあ、あの、そうのこと知らなかった。あ、そうなんだ、だったのに、小賀線は知ってた。はい。っていうことで、ワンシーンの中に、次への布石っていうのがね、ほぼ確実に入ってるなるほど。これもうまい。 なるほど。ワンシーンが独立してることがないんですね。そうそう,そうそうそう。なんかそういうふうにやっぱ徹底されてるなっていう感じはあって。うん、確かにな。なんかぼやっと見てると、うん、まあ僕も別にぼやっと見てたわけじゃないし、2>, うんうん、2回見てるし、一時停止しながら見てるんですけど、うん、なんかその脚本家じゃないこう素人が見てると、なんか無駄なシーンがなかったっていう,う言い方になっちゃうんですけど、うん、まあ無駄なシーンっていうよりかは、次のシーンと密接に繋がってないシーンがなかったっていう感じかな。 で、しかもそれがね、全然あざとくないんですよね。はいはい、はい、で、これを、まあ、その最初にね、公釈垂れた、共感と快感の間でずっとやってるんですよ。うん、はいはいはい、はい、もう、これがすごいの。もうんまあ、これで、これ、紐解いちゃうと、うん、情報だけをつね、つまんでるけど、うんはい、聞いてる分には、普通の話だし、うん、なんならちょっと笑えるっていう会話なんですよ。あの、居酒屋の会話とか、もう、戯れだったじゃないですか。戯れだった。 お前に似るな、とか。うん、俺に似ても可愛いよ、とか、うん。お前に似ろ。お前に似ろ。そうそうそう。俺に似ても可愛いよだろ。っていうとか。じゃなくてさ、聞いて。そう,そうそうそう。みたいなところとかもあるんですけど。はい、あ、僕、あれで、一個ね、思ったのが、はい、この、産方さんはね、 あのね、もう一個変身を残してると思ったのは、うん、この人多分コメディ書いたらめちゃくちゃ面白いと思う。<ー>っていうか、なんならあの居酒屋のシーン、うん、1.5倍速にしたらコメディーとしてすげえ面白いから。そうですね。っていうかもうコメディーだったけど、うんそ。そもそもね、全体的に会話のところの想定してるスピードが、 多分1.2か1.5倍なんだと思う。<ー>でも作品のトーン的に、こうじっくり撮ってる感覚があるというか、あれ本当に現実にある会話だったら多分もっとテンポ早いと思うんですよ。ポン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 。何前にななのとか、いやいやい,い,いや違うくてみたいなそことかも、結構そういうところがあって、うも,もうまだ、まだ隠し持ってんのかっていう。うん ところもちろん全力は出されてるけど。そう,そうそうそう。別にもう一機あるというか。そうそうそう。だからここが、共感と快感を、という3要素のうちの2つを両立してるっていうのがまずすごい。共感だけだったら、実はね、1行だけとかでもできるの。1>, <ー>1行のパンチラインで勝負するタイプの人とかもいるし、1>, なるほど1話につき1行めちゃくちゃいいセリフがあったとかもあるんだけど、うんうん、この人は1話につき1行がめちゃくちゃありつつ、うん、で リズムで快感も生んでるっていう、両方を持ってるわけですよ。なるほど。で、それでね、ま、あの、告白のシーンね、ここ一個だけ言して、あの、えっと、告白した、高校時代の告白したシーンあったじゃないですか。で、それで、あの、えっと、好きです、付き合ってください、あの後。うん。で、うん。この後ね、うん。長回しよ。うん、そうですね。最近ね、もう長回し大喜利もあると思いませんかあるな。ワンカット長回し大喜利。はい。なんかもうこのあの、映画は、 なんかもう、長回しかっこいいの取ってなんぼみたいなくらいのことで、うん、なんかあざといことやったりする人いるけど、うん、風間監督は違うよ。うん、背中だもん。うん、確かに、そっか、背中だったな背中だけの長回しなんてさ、いい、うん、よ、うん。しかも本当にさ、うん、その、同級生がさ、そうあ,あいつら心 うわ後ろからついてってる時の画角ですよね。そう、臨場感あるの。そうそうそう。あれ、もおしゃれだった。あれ、めっちゃ良かった。良かったですね。そうだ本当にそこが良かったってで、で、まあ、こっから、またセリフがすごいの。細かすぎて伝わらない。あ、告白のセリフは、いいの。いいのあれは、もう、あの、いいと思う。 いやあれはもう誰が見たっていいって分かるじゃん。<laughs> あ、そう誰が見たっていいって分かるかあそこはいい。<事>あそこじゃなくて、ていいそこじゃないのよ。ここじゃなくてね、<の>やっぱりまたミナトくんのね、セリフなんですけどね。ミナトくん好きね、やっぱり、ね。いや、てかみなくんのセリフに、はいうん、いろんなものがキューって詰まってる。まあ確かにミナトくんがやっぱ一番大変というか、そうもう、 ある種狂言回し的なポジションなのかなそうそうそう。あのね、俺が良かったのは、また小賀線にね、報告するところなんですよ。そうと会ったのかってって。会ってたんですよね。大学に行って会って。で、そうが、紬いらないって。俺もう青葉いらないからやるよって。あげるって。悔しいからすぐにはもらわなかったんですけど、結果もらいました。紬に聞かれたら、私はものじゃないって怒られそうですけど。ここすごいセリフ。 何がすごいって、はい、あの、みなとくんが、なんかちょっとね、うん、調子こいたこと言ってるっぽくも聞こえるの。そう,そうか、そうか。だってもうあの、はいはい、えっと、 もらわなかったんですけど、結果もらいましたとか。はいはいはい。もらえるのにもらわなかったみたいな。みたいなところもあるし。で、あと、同じ時代かみたいなで時代か。で、もら、あの、もらっちゃったみたいな、その、つむぎのこともらっちゃいましたみたいな感じだし、いや、でも物じゃないって怒られそうですけど、みたいな自虐ネタも挟んで、みたいな風に見えて、これはね、あのね、ミナトくんは、知ってんのに言ってないってことなの。うん。ここで一番大事なのって。 うん。なとがし、全部その、そう君に会って、で、そう君がひどいこと言ったってことも知ってんのに、それを、つむぎちゃんに伝えなかったってことなのよ。なるほど、なるほど。ここでわかるの。ああ、そうか、確かに。うわ、そうだ。だからもう、これはもう、で、なのに、だから本当はね、そう君はね、ここ、あ、みなとくんはそう君に怒ってても叱るべきなの。あの野郎、うつむぎ、ひどい扱いしやがって。じゃないのよ。うん。 彼は、そこでも、あえて自分を落とすの。うん。もう、もらう、なんか悔しかったんで、でも、もらっちゃいました。確かに。全部、こう、負け側というか。うん、そ,うそうそうそう。負け側としてのストーリーを語ってるっていう感じですね。つむぎに聞かれたら、私はものじゃないって怒られそうですけど、っていう、言い方の中に、つむ、うん、ぎに聞かれたらって言ってることは、言ってないってことだから。言、うん、ってないってことですね。でも、これよもう、ね、ぼんのドラマシリーズですけど、はい、あの、<laughs> って言われたんです。 こんなこと、を紬に言えるわけないじゃないですか。うん、が ぼんびゃく。ぼんびゃくだな。なんでしょいや、でもな、多いよな。でもね、もう。そうなるよな、そう。それしかないよな。そう、俺もあの、もう本当にドシンやフラフラになってたらそれ書く。で、それであの、プロデューサーに指摘されてごめんなさいって言って書き直す。ちょっと弱いっていわそう、そんくらい書いちゃう。まあでもこれね。別にね、それ書くのが悪いってことじゃないけど、そういう書き方もあるのかっていう。そういうのをやってるんですよ自分の文の、なんだっけな、細かいセリフ忘れちゃいましたけど、えっと、つむぎが、みなとくについて説明するために、その、自分の文を 残さないで、人に善意をあげちゃうみたいな。あ、ちょうどよかった。ね、言ってましたよ。その話しますけど。あ、次だっけいや、そうそう。この次に。あ、そっかそっか。だから、なんで港くんって、ちょっとおかしいじゃん。だって、蒼くん、だって一番そう君のこと知ってるはずだったんでしょで、紬にひどいこと言われて、で、それで、で、またね、ちょっとごめん、これ言い忘れてた。で、うが、あの、お前にやるよって言ったっていう時点で、何がわかるかっていうと、うはね、 知ってたんですよ、みなとくんが、好きだったってこと。うん、確かに。それはそうですね。っていう、だってそうじゃないと、お前にやるよなんてセリフ出てこないじゃないですか。うんうん、そんくらいの間柄だったんだってことも、これでわかる確かに。これもすごいんだよな。確かにな。情報全部伝えてるな。うん、そうそうそう。で、それで、まあ、この後に、そうそう。で、この後に、なんかもう主成分優しさって感じの人でって言って、みなとくんの紐解きを、 つむぎちゃんがやってくれるわけですよ。なんでこんなになんかいろいろ行動してくれるし、うん、優しいのって言ったら主成分優しさで怒んない。うん、怒ったとこ見たことなくて、人のために優しさ全力で使っちゃって、自分の分残すの忘れちゃう人でってさ、そりゃそういう人になるよと、うん、いうことですよ。ここがあれですよね。タワレコのバックヤードの会話ですよね。うん、そう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 、バックヤードで会話して、うん、で、こっから、 で、ここで俺が好きなあれ、元彼あ、そう昔付き合ってた好きだった人です。で、あれだ、スピッツが好きなのが今の彼氏ですかって言って、違うんだよっていうところですね。元彼を昔付き合ってた好きだった人ですって、わざわざ言い換える。言い換えて。で、それで最後に、その夜に二人でね、湊君とつむぎちゃんが歩いてて、で、それで、あのもう、湊君が知ってるわけですよ、真実を、蒼君の。真実を知ってる中で、蒼君の話になって、で、 実はね、もう時効だから言うけどって言ってつむぎちゃんが、私、桜くんの声が好きだったんだっていうので決壊するわけですよ、みなとくんが。全然時効じゃねえぞ。全然時効じゃ全然時効じゃないのよ。ちゃんと有罪だぞっていう。もう、このね、もうこのみなとくんに全部抱えさせて、で、全部抱えるっていうのは感情だけじゃないの。もうその状況説明とか、そういうのを含めて、みなとくんというのにこう、詰まってるんですよ。 っていうのを、このか、こういう形で伝えたかった。はい。っていうところですね。かはい、だから、えっと、港くは、はい、その、破局の原因っていうのが、はい。おそらく、うん、その耳のことにあるんだろうっていうことを、うん。掴んでいる、うん。そうですね。し、えっと、港に譲ってくれたっていうことも、うん、まあ、当然分かっている。うん、そうそう,そうで、その2点を今分かっていない紬と、知らない体で、同じ目線である体で喋らなきゃいけないんだけど、そう。そう いや、これは普通に恋心復活する可能性ある二人じゃん。うん。っていうことを分かってるんだけど、分かってないふりをしないといけないけど、そう。これは次元爆弾なんだなっていう状況ですよね。で、これでね、狂言回しとかっていう表現を僕らはしてしまうが、はいうん、世間一般的には、港く、うん、にめちゃめちゃ感情移入しちゃうわけ。そうですね。共感してるわけよ。うん、もうこの共感。 させるっていうのが、うん、やっぱパワーですよね。で、まあ一個言う、一個、ただ翻訳について言ってなかったんですけど、はい、やっぱり一個もう素晴らしいのがあったのは、<お>やっぱ今思うと学校っていうのはすごい場所だった。嫌<ー>でも集合で行く場所で、嫌、うん、でも集合で好きな人に会える場所だったって。うん、これはもう学校という存在の翻訳ですよね。うん、そうだ、なるほどね。素晴らしい翻訳ですよね。だからもうこの、共感と快感で最後も 全部持っていきつつ、うん、説明もしながら、うん、あの、ちゃんと間に、もうバッチリ翻訳、台詞も入れてくるっていう意味で、やっぱり素晴らしく素晴らしいですね。で、まあね、ちょっと最後に、総括として、総括させていただきたいんですけれども、うん あの、あ、ちょっと待って、一個いいですかえ、何すかあの、学校のセリフのところで、多分、それは多分、あの、タワレコのバイトの後輩君のセリフと交互してるんだなと俺は思ったんですけど、え、何何何あの、就職、就活の話をするシーンがあるじゃないですか。はいはいはい。あそこで、週3でスーツ着るのもきついのに、うわ週5でスーツなんか着たらおかしくなっちゃいますよ。うわで、おかしくなっちゃう前に、やめないとね、みたいな、なんかそう、ちょっとすみません、文字起こてないけど。言ってたってた。いや、でもそうそうそう。<laughs> があったんですよね。だからそこはね、多分ね、きつかんかった。 こうしてるんじゃないかな。やべえ。すいません。でもこうう、こういうことやるんですよ。やばくないです。そういうことやる。見落としてることはまだまだいっぱいある。こういうことやる脚本なんですよね。まあ、総括させてほしいんですね。総括、はいどうぞ。僕,僕の目線で、全体を通して脚本家としてすごいことをしてるなと思ったのは、うんうん、僕はね、第、優れた第一話っていうのを考えたときに、優れた第一話は、 いかに予告を超えてくるかだと思ってるんですよ。その、やっぱりもう今の時代の最大の敵はあらすじと予告なんですよ。本当にそうですよね。ね、うん、だって全部言うの。うん、全部言って何が起こるかも全部言うわけですよ。うん、だからもう見てる人はもうほぼ1話で何が起こるかとかこのドラマが何なのかとか大体分かった状態で見るわけ。うん、で それをじゃあどうやって超えてくるのって話で、うん、まあなんかあの自分語りですけど、うん、あの、真犯人グラグの場合は、はい、えっと予告で言ってない最後に衝撃的なあの死体を見せるっていうので、なんとか超えました、うんうん。そうですね。うん、てか結構サスペンスとかミステリーのドラマは割とそういうのが多くて。うんうん、そうですね。ホームページまで行っちゃうと、翌週のあらすじ大体出てて、最後の15分ぐらいのところだけ、新情報みたいな。そうん、そうそうそう。 まあまあ、まあ、攻めぎ合いがあるんでしょうね。まあね、いたいたもでもやっぱ言っておかないと、うん、やっぱ見てくれないしとかはあるし、うん、最後の展開はやっぱり一個増やすっていうのは、うん、やっぱこうそれまでがスカスカだと、別にびっくりもされないし、うんそ,ね、それこそ予告の内容がスカスカになっちゃうから、うんうん じゃあ、その展開も予告に入れちゃえとかになるんですよ。宣伝とかの,の戦いで、ね。予告がまず面白くなんなそうだから。そう,そうそうそう。だから予告が面白くなるレベルの情報をぶち込んだ上で、うん、かつそれを超えるような何かを持ってくるっていうのを真犯人ーフラグでやりました。うん、僕の場合。じゃあ、これは何をやったかっていうと、予告で言われてる内容が、分かった瞬間に、最大限にしんどくなるように作ってるんですよ。うん、なるほど。もう、だって、もう僕見てるときに、はい あれこれ、いつわかるんだろうって思って見てたんですよ。いつ聞こえないってこと知るんだろうなって思って。うんうん、だってそうじゃないと、なんか予告で言った内容まんまになっちゃわないみたいなくらいに思ってたら、そこまでの間に、いかに二人がどれだけ尊い関係性だったか。そして、あの、もう何が洒落てるかって、うん、まず最初に主人公のつむぎずちゃんに聞かせるんじゃなくて、みなとくんが知るんですよ。うん 先に知るのそっちなのみたいな。うんうん、で、先に知った上で、苦しい苦しいっていうのを港くん目線で見せるの。うん、で、その上で、最後にあそこで二人が知る。はい、お互いのすれ違いは知る。はい、っていう瞬間に、全部それをめっちゃ積み重ねてるわけ。はい、あのシーンのために。 もうその予告で知ってる内容のために、うん、そこが最大限苦しくなるように全部積んでるの。うん、で全部積んだ上であれがあるから泣くわけですよ。うん、そうですね。だからすごい。視聴者はもう知ってることを、そう。川口春菜さんだけ、そう。知らないまま1時間で、そう。どうやっていけるかっていう。そう,そうなのよ。なんていうのかな。<laughs> 逃げ、逃げ続け,さ続けさせるというか。で、それを、そう、だから普通だったら、 逃げ、逃げ続けるなって思っちゃうんだけど、うん、もう、もうむしろ、いやもう、知らないでいてくれと言う、そ思うレベル、ね。知らないで終わってよっても思いますよね。うん、思うくらいに、までテンションを上げてくっていう方向。うん、だからやっぱり今ね、いろんな人がシェアしてるのはやっぱりラストシーンなわけですよ。うん、あそこほんと素晴らしい。うん、あそこほんと素晴らしいんだけど、うん、あれに至るまでの膨大な点が、 あったからこそあそこはあんなに感動するんだということ。うん、それがあの脚本の素晴らしいことなんだということを私は言いたかった。<laughs> はい。講談を一席終えたみたいな。<laughs> はい。あの結局30分以上経っちゃいましたね。経っちゃいましたね。まあもう正直僕もですね、今の聞いた上で、はい、より思いをね、新たにしましたけど、1>, はい、1話でやることじゃない。 一話でやることじゃないよ。一話分でやることじゃないから。やることじゃないよ。とんでもないですよ。とんでもないのよ。僕も話したかったことあったけど、ちょっと次に回しますわ。そうですね。また増えそうですね。はい。というわけで、サイレント、第一話についての、第三本目でございます。3本目でございました。え見てない、これでまだ見てない人いたら、頭おかしいんで、本当見てくださいね。そうです。正直そうですね。え無限前歌手は YouTube とポッドキャストで配信しております。え Spotify のフォロー、YouTube のチャンネル登録、え Twitter のフォロー、 えー、あとスポティファイの星付けですね、はい、星を5.0にしてほし星付、えーはい、けていただきたいですふつおたなども募集しておりますので、はい、ぜひともよろしくお願いします,します長くなりますねこれはね長くなりますね、えー、以上大島康幸でした <laughs> 高野湊でしたありがとうございました 「無限まやかし」とは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを無限にむさぼり続けている私たちむさぼり続けている私たちが、えー、それらの感想や考察を述べていくというラジオ番組でございます,います、えー、2022年秋クールのドラマ、えー、フジテレビの木曜劇場のドラマですね「はい、サイレントについて第1話についての感想を既に3本取っているんですけれどもすでに4本目です <laughs> こんなことがあったかまあ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 、でも、まだまだ全然話せることあるし、まあね、意外に目黒蓮さんの演技めっちゃすごかったよね、みたいな話をしてないので。そう、意外にしてなかった。意外にしてないんであまあもう、あの、当然すごいという前提で話しちゃってて。そうですね。最初でちょっとしたかな、うん、丸一でちょっとしたかな、うん、でも、あの、改めてすると、ちょっとね、3個ぐらいの顔を見せてたかなと思って。ああ、なるほど。まず、最初に、 遠くにいるイケメン優等生として。そうですね。の顔としては、割とアイドルとしてはまあ、王道というか。はいはいはい。はいはいっていう感じだと思うんですけど、うんうん、で、喋ってみたら、気さくでこっちにめっちゃ気使ってくれる人、うん。ああ、そうそうそう。その時点で、すでに0.5ギャップぐらいある気がするんですよね。あるんですよね。ね。ああいうのって最初突っけんどにしますからね。そうそうそう。<体>って思ったら、あ、全然、ああ、全然思ったより優しいみたいな感じで、そのまま、トントン拍子に、そのー、 付き合うまでの流れの中で、こう、クラッシュが起きてないじゃないですか。そうなんですよで。スムーズでしたと。うん、で、最後の、あの、手話のコミュニケーションだけになってからの顔っていうのが、うん、また最初に見えてた二つの顔と全然違う顔で、三、えー、つの演技をしてたのかなというふうにすごい思ったんですけど。そうですね。なんか、そんな、 に演技の上手い人が突然現れるとちょっとびっくりしちゃうので。そう。あの、本当突然だったんですよ。そう、やめてほしいっていうねう。僕、僕、え、だ、誰この、かっこいいけど、なんか、好感が持てて、しかもお芝居も上手い人って思ってる、うん。スノーマンさんだったんですか、ね、スノーマンさんなんでくすっていうことは僕は知ってはいたんですけど、<ー>やっぱアイドルのイメージとしてしか見てなかったんですけど、うん、その、まあ、誰に例えるっていうのも、例えられたくないのかもしれないけど、なんか、 松下洸平さんとかが、最初に急に出てきたときに、<ー>え,え,えっていう、え、なんか映画とかもともと出てたえ、な、なんだっけみたいな感じで、結構びっくりした。<ー>最初なんだったか忘れちゃったんですけど、なんかそういう感じ。<laughs> で、遠くにいてポーカーフェイスだと結構何考えてるかわかんなそうなイケメンっていうか、うん、まあ、あのー、なんだろう、好感度の部分を出してくれなくても満点のイケメンみたいな人じゃないですか。うん な人が、あの、激しい手話で泣きながら、こう、う溜めてた思いを、そのまま逃げようとしてたんだけれども、もう、向き合おうって決めて、伝わんないんだけれども、手話でバーって喋るっていうところが、まあ、素晴らしい神シーンだなと思いました。そうですね。なんかその、表情とか雰囲気で言うと、僕、その、普段がわからないんですけど、うんうん、僕ね、あの、やっぱ自分が、陰キャだと思っている、がゆえのコンプレックスで、イケメンというのを見ると、すごい、 抵抗感を感じる体質なんですよ。なるほど、なるほど。なんか、うわ、やだって言って。まず、マイナスから見るタイプ。そう。反射的に思っちゃうんですけど。適視から見るタイそうそうそう。なんか、それ直した方がいい。直した方がいいもう、これはね、もうね、あの、でも、20年以上かかって積み上げられてしまったものだからね。じゃあ治らんか。治らないのかなって思ってたんですけど、でも、なんか、目黒さんは、そういう風に思わなかった。なるほど。なんか、最初のファーストシーンから、うわ、 出たよ、イケメン。<ー>とか、全くならなくて。それはね、かっこよくないとかじゃないんですよ。うん、か,かっこいいんだけど、うん、まあ、友達になってくれそうな感じなるほどね。言い換えると。最初から演技派に見えるっていう、風格というか、オーラが、うん、少なくとも今回のドラマの時点ではもうありましたね。あ、僕全然ね、あの、えっと、だから僕、スノーマンの人たちの顔ぶれ知らなかったんですよ。だから、メグロさんのことも知らなかったんですけど、うんうん、その上で見て、 あ、アイドルが出てるのねって思わなかったですか、ね、あ、まあ、調べないと印象としては、うん、っていうことですね。そうそう、もう最後まで見て、で、あ、この人、そうか、ジャニーズの方かっていうくらいだったんで、それも良かったな,、うん、なこれから主演級の映画が連続で公開されるらしくて。うん、なので、この、えー、サイレント撮ってる段階では、もう映画の現場は2個。 経験されてるっぽいですね。なるほどね。うん、だから、いや、そうでしょうね。あの、スケジュール的には。そう,そういうことだと思う。多分そこで研さんを積んでっていうのもある違ったらごめんなさいけど、多分そうだと思うのと、あと滝沢歌舞伎にめちゃくちゃ出てるらしいですね。そうなんだ、なのでそうか。言ったらこう、舞台の人みたいなオーラもちゃんとあるっていうことだと思う。うん ちゃんとお芝居の土壌っていうのはしっかり積み重ねられた、ね。いや、本当そうですよね。んでしょうね。ジャニーズの人がこう、主演で抜擢されて、みたいな、うんうん、ふうな見られ方は、多分ね、サイレントちゃんと見た人だともう誰もしてないと思うんですよね。そうですね。あれは違いますね、うん。だからもう本当にただの僕らの勉強不足。うん、これに関しては <laughs> いや。本当に勉強不足。ほん 本当に俺、日本の俳優様、ジャニーズも全く知らなくて。僕も映画公開されてれば、まあ、アンテナ引っかかるんですけど、未公開の作品なんですよね、まだ。あ、そうですこの後出てくるやつなんで、ちょっとそれは絶対見ようと思うんだけど、本当にね、細かい所作が、なんか全部ちゃんとしてて、まあ、一個だけね、言うとすると、つむぎ川口春奈さんが、世田谷大田の駅で、最後ね、彼を見つけて追いかけるところで、横断歩道を渡るときに、 その、聴者の方、県庁舎の方よりも、うん、大げさにというか、左右車が来ないか、めっちゃ、見てるんですよね。マジ僕何回もそこ戻して見て、<う>で、普通のって言ったらあれですけど、うん、その、県庁舎、聴者の人同士の、追っかけっこシーンだったら、うん、なんならそこを意識しないで、車の音で聞こえるからで、ね、車の音が来てないから大丈夫って過信して、うん、走ってっちゃって、急カーブ来た。 車に跳ねられたりとかっていうシーンがあったりするぐらいじゃないですか。うん、前しか見てないみたいな、うん、結構あると思うんですけど。に逆に、急いでるからこそ左右を注意するっていうのが、<ー>これ、あの、ちゃんと演出がつけられてるのか、ご本人の判断なのかはわかんないんですけど。いやでもどっちにしろっすよね。どっちにしろどっちにしろ。すごいっすね。その耳の不自由な方の、 が、その人から追いかけられた時の切迫感っていうのが、そこの、ま、目の動きプラス顔の動きかな、両方。で、体はずっとそのまま、あの、スピード落とさずに走ってるんですよ。確かに。やばいので、そこね、ちょっとぜひ見返してほしいんですけど、それあげればキリがないぐらい、その一個一個の所作がね、なんかね、そのジャニーズの俳優さんで言うと、 その、ちょっと侍系列というか。侍系列その、キムタクとか岡田純一とかの、<laughs> なそ <laughs> あの、侍系列の人いるじゃないですか。虫系の人 <laughs> 待って待って、大島さんが今作ったのね。<laughs> <た>俺侍っていう団体とかがあるのかと思っちゃった全然,全,然全然ないです。<laughs> 侍やりがちな人ってこととか。そうそうそう。うそのまんま。 刀を持たせてもらえそうな格の人っていう一角があるじゃないですか。まあ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 なんか長瀬さんとかってそうじゃないじゃないですか。ああ、なるほどね。なんかもっとこう、なん自由に動き回って、アドリブかまして、やってほしいみたいな。単に所作が綺麗で、うスッと真ん中に背骨がスッと通ってるような人。なんかその系列の匂いをすごく感じましたね、僕は。いやー、確かにね。でね、うん、なんかね、その、 演技の、やっぱ細かいところに言っていくとキリがないんですかキリない、ほんとキリない。そのね、素質、もうとんでもない素質の上に、うん、途方もない努力と技術が積み重なってるから恐ろしいなと思ってて、うん、あの、声めっちゃいいっすよあ、ねうん、あー、もうそれはね、多分ありきのキャスティングだろうなと思いますね。でも、うん、僕、えっと、インタビュー見て、<う>プロデューサーから提案したのは、 えっと、とにかくその、川口春菜さんと、はい、目黒蓮くんの二人でラブストーリーを見たい。が先だったらしいんですよ。そっちが先なんだで。その後に、えっと、えー、あの、脚本のう方さんが、出してきた設定があれで、はい、魅力的だと思ったからこれにしたっていうのを見つけて、<笑><笑>はあ、じゃあ、すごくないですかうん、全然逆だと思いますね。ね、逆だと思いますよね。<laughs> だから、これがね、もう、はあ、そのうぶさんの、うん メグロさんの声を聞いた当て書きなのか、それともどっちか分からないですけど、はい、まあどっちにしろこんなぴったりなキャスティングないし、メグロ連の声がいいから動き始めた企画である可能性がある可能性もあるそう,そう,そう,そう聞かないと分かんないけどそう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 ,そうあだから。だからね、なんかね、ピースがね、ハマ、うん、ってない感じが全くしないんですよね。いや、そうですね。だから全部がこう必然的に、なんかこう、全部のキャスティングも、パチパチハマってるし、 いやでも本当ね、なんかお芝居、芝居をしてるって感じがする。なんか、イケメンを演じてるじゃなくて、あのままで、その、そうとして、お芝居をしている感じっていうか、なんかね、微妙だなこれ。だからさ、イケメン演技ってあるじゃないですか。これをすればイケメンですっていう、所作、それこそ。なんかこう、なんだろうな、なんか、妙に胸張ってるとか、なんかすごい、なんかこう、キリッとした顔するとか、 あと、小さいところで言うと、パッて振り向くとかね。すごい。さすがだ。全部見てるとやっぱ出てくる。パッて振り向く。左側の斜め前を向いてる、後ろ姿を見せてて、鼻の左側を見せてる状態で、右にパッと振り向くでちょっと髪もなびくいや、言われると思いつく。そういうなんかその、イケメンという役に、 は、こういうのが必要ですよねっていう。ま希望というかね。そう。まず一切してないというか。してない、してない。全然してないんですよね。でもなんかその、佇まいとかだけで、あ、かっこいいなっていうのも伝わってくるし、で、芝居ももう本当にセリフもシンプルだし、で、それを落ち着いた声で言ってくれて、いや、これは好きになっちゃうなっていう。そうですね。説得力からのさ、最後のだから。どうすんのこっから。どうすんの 声奪っちゃったよ、声。ね、もう全部見てたんじゃないのって思ってしまいますけど、ここから見せ場がまたあるんだろうけどさ。えー、ああ、でもそれこそインタビューとかで言ってましたけどインタビューめっちゃ見てるな、あなた。<laughs> いや、インタビュー好きなんですよ、やっぱりその。<laughs> ありがたい、裏側知りたいからい。僕ちょっと今回時間なかったんで、ありがとうございます。なんか、過去と現在を、うん の演じ分けとか、その時の関係性の違いみたいなのも注目してほしいみたいなこと言ってて、うんうん、多分ね、2話以降も結構出てくるんじゃないかなと。あまあ予告見た感じではそうでしたね。そうですよね。聞こえなくなったタイミングのお母さんとの会話とかも、2話の予告で出てたりしたんで、うんうん、割と過去と現在の往復は結構ずっと続くんじゃないかという。そうですね。確かにその間に何があったのかっていうのをね、うん、回想で埋めてほしいですもんね。結構やっぱり、まああの、 あ意図的に出たと思うんですけど、うん、飛ばしてる感じはあるじゃないですか。うん、やっぱ、スピード、なんか、スピードくっつきに見えるし、一、うん、話だけ見ると。と異常に速いなという感じはするね、うん。でも実はその裏にはこういう話があってとか、うん、なんか別れる前にもこういう話があってとか、うん、そういうところでまたいろんな顔見せてくれるのかなっていうのはすごい楽しみです,、ねですねうん。川口春菜さんはね、 僕、あんまりこう、うん。主演作品を、がっつりは拝見したことなくて。そうですね。僕も、その、正直、み、あんま見てないのと、うん。あんまりなんかこう、お芝居の人っていう、 イメージもそんなになかった。あ、そうか。うかなんか、でも、だからといって、可愛いだけでとかじゃないですよ。うん。だなんか、やっぱ演技力に定評がみたいな。うん、あ、でも、僕には。あ、うまいイメージはあった。あ、そうだったんですね。だから僕は本当見てないんですよ。そうかもしれない。本当見てないんですよ。<laughs> だって、あれですよ。<laughs> キリンが来るで、あ,<ー>あの、沢尻さんだったかなあ、そうだ、そうだ。 ダメになっちゃった時の、そうだ。代役を一瞬でやった人ですからね、確か。一瞬でやった人だ。そりゃすごい人だ。そうなんですよ。割とこう、男のイケメンの受けの役が非常に多い人なんですよ。なるほどね多分。こう、今、ウィキペディアを見てますけど、うん、オーラン高校ホスト部とか、<ー>なんか、えー、東京ドッグスとか、その、イケメンの顔は浮かぶじゃないですか。はいはいはい。<laughs> イケメンの顔は浮かぶ。そう、夫の彼女とか。 うんまあ、今回も言ってしまえば、その位置かと思いきやなんですけど。うん、まあでも主人公は川口春奈さんです、ね、そうですよね。うん、いや、僕ね、それもね、今回すごいなと思ったのは、うん、なんか僕も感想とかあさってるんですけど、あんまりやっぱり川口春奈さんに対する感想ってそんなに見、 そうですか。そうかもしれない。やっぱり目黒蓮くんがすごい。で、その次にやっぱ港くんが苦しいっていう話がすごいんですけど、僕ね、そこがすごいと思ったの。確かにな。なんか、やっぱりね、目立つってことなんですよ。その感想に書かれるってことは。で、その上でね、あの、川口春奈さんのお芝居って、結構まっすぐで、能動的で明るくて、で、冒頭にうるさいって言われる子ですよ。 これね、一本間違うと嫌われるんすよ。うん、確かに。でもね、大好きなの。確かに。<laughs> めっちゃ好きなの、俺。紬 <laughs>、まあ、ちゃんのこと。確かにね、そ文脈シリーズで言うと。うん,う,んうん。 なんかいい話なのは分かったし、うん、男の演技はいいんだけど、<laughs> うん、主演の女の子が、ちょっとうるさくて苦手で見るのをやめてしまいました,みたいな。<laughs> そういう感想見たことあるある。結構あるじゃん。あるあるある。そうなんないし、うん、やっぱり最後のシーン、うん、目黒さんのね、うん、手話がフォーカスされがちだけど、うんうん、その受けで、 え、こっちだってわかんないんだけど。みたいな。そうそうそう。顔で、目めっちゃキョロ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 。そうなの。あれすごかった。黒目あんな動かせんだってそれでどんどん泣いてくっていうのをやってて、素晴らしいので。素晴らしいですよね。目黒さんに気を取られがちかもしれないが、川口春菜さんもね、見てほしい。てか、あの、ツースクリーンで見たい、あのシーンは。そうですね。両方ずっと流してほしいです。だからあれ多分、あの、同時に撮ってるはずなんですよ。そうですね。長場だからそれを、あの、ずっと、ノ 編集でうん、うん、見たいくらいですけどいまあだから1話で川口さんがちょっとその受けの演技になるのはまあ仕方がなくて、うん、やっぱ本当のことを知らされないから、そうですね、最後の最後の。うんうん、やっぱピナトくんは真ん中あたりで知らされるからこそ葛藤とかのシーンがあるけど、ね、そうそうそう。うん、でも、まあ最後の最後まで基本的にまっすぐな。な、うん ところだから、やっぱ2話からっすよね。二2話から絶対その神髄みたいなのが出てくるんで。そうね。ちょっと彼女の弱さとか、その黒い部分みたいなのが多分出てくるんだと思う。だからめちゃくちゃ楽しみですね。あ、教場で共演してるんだ。そうなんだ。なるほど、なるほど。それからの企画かもしれないですね。ありえますね。2020年と2021年の1月なので。はい。まあでも俳優陣、あ、あとあれだな、篠原涼子さんとかね、が、あ、こんなに大きい 年齢の人の母親をやってるんだっていうのが<ー>。あ、そうかと思いました、ね。ちょっと時代を感じたけど。うん、結婚しない役の人だったじゃないですか。<laughs> 強い女そうずっと結婚しませんみたいな役だったけど。<laughs> 戦う女みたいなそう、ね、まあ登場人物がね、なんか少なくて見やすいなと思いますね、非常に。うん、あ、でもね、少ないんだけど、うん、つながりが豊か。 そうだね。えっと、それこそ、そうくんの妹と、うん、えっと、つむぎちゃんの弟が、繋がってるっていうのとか良かった。うん、あの、電話してて、うんね、みたいなこととか。登場、うん、人物は少ないけど、関係性の意図みたいなのは、うん、結構豊かで。確かに。あ、こことここがどうやって繋がってんのかな関係性はどうなのかな、うん、あと、会話とか起こるのかなみたいなのが、うん、結構想像できるのが。確かに。 すごい楽しみ,み。だからいい意味でこう狭い世界をちゃんと描いてるっていうのが、その相関図の人数は少ないんだけど、うん、この繋がれてる線は多いみたいな感じです,、ね、そうですね。いや、こういうの絶対いいのよ。しかもこれを1話で全部見せてるのがいい。1>, うん、1話で全部見せてる。うん。もうね、あの、可能性しかないの。この1話って。<laughs> いろんなことにおいて。<laughs> はい、はい。まあ良、うん、くも悪くもね。どんなことがあるかわからんけれども。ねまあ、いや、でもこれはね、うん、いいよ。うん。きっといい。うん <laughs> いや、でも,のもあの、いや、でも、悲しいこととかっていう意味ですよ。あ,あ、悲しいこと、あ,あ、それは考えたくない。考えたくない。 <laughs> が、どんどん明らかになる可能性はあるからね。もう1話の時点から、一生懸命ハッピーエンドになる道を頭の中で探ってるっていう時点で、何かしらの涙とか悲しみっていうのは避けられないなっていう予感はある。うん、まあ、毎回言い忘れちゃうんだけどね。このポッドキャストは、うん、あの、過去に古びてしまっても、何回も聞けるような内容で喋ろうって言ってるので、うんでね、あんまりこう、次どうなるみたいな考察とかはしないようにしてるんだけど、ね、こんだけね、空欄を作られちゃったら、まあ、 話しちゃいますよね。まあ、話しちゃいますね。うん、ぜひまあ前話終わってからとかもね、暇だったら、1話の時こいつらどんなこと言ってたかなって聞き直してもらえるのも楽しいようには一応意識してるつもりなんですけどね。まあ、本当に。あと、あれだ、あの、いいセリフで投げ忘れてたやつを言うと、えっと、私電話で話す方が好きなんでっていう、ああ紬のセリフね、川崎春さんのセリフがありまして、<laughs> うん、でそれはもともと、そ、え、う、ー、のことが、 好きで、うん、うん、の声が好きだったからそういうことになってたわけですけれども、今、港と付き合ってる時も港との電話が好きっていうことですよね。これは、バイトのバックヤードでの会話で。いやあなるほどと。まあ、港としては嬉しいことなんだが、その習慣のきっかけはやっぱりうにあるんだということが、こ、ね、の他にもいっぱいあるんじゃないかというね、切ないシーンですね。ねだから、そのセリフで言うと僕も言い忘れてたっていうと、 みなとくんは当て馬なのかと、ただの。というとそうではないみたいな感じで、こう、つむぎちゃんとね、二人で夜歩いてる時に、晴れてるねって言ってみなとって、夜に晴れてるっていう人いるんだって言って、晴れてるよ、月出てるって言って、で、つむぎちゃんが、そういうとこ好きだなって言って、そういうとこが好きなんだな、ってう、そう。ただ、この前に、あの、優しさ談義をしてるんですよね。彼は優しい人ですって言って、優しすぎて、 あの自分の分なくしちゃう人ですっていうから、うん、ただ優しいから好きになったのかと思いきや、うん、こういうとこなんですよ。うん、でも、よくよく考えるとどこ好きになったのかよくわかんなくない、うん、夜に晴れてるっていう人のどこが好きなんですか、うん、え、わかるだろえ、何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 が、何が好きなの <laughs> え、繊細で自分が気づかないようなことを気づかせてくれる。あ、それでどこか心が豊かになるような人ですよ。 それは僕の感受性が乏しかったです。俳句をやれ、俳句を。俳句やるとこういうのが。やってないけど。俺やってないけど。で、しかもこのシーンそれだけじゃないんですよ。そういうとこ好きだなって言った後に、ポゾッとみなとが、くんが、そうって言って、で、んつって、答えて、そう会えたのって言うんですよ。はいはいはい。なんとここで、そういうとこ好きだなからの、そうって、 っていうのでそう現象が起こってるんですよ本当だ <laughs> 我々がね、映画のうでやってたことが。そうですね。そう、確かになだから今回も、やたらやってるじゃないですか。うの話しながら、そういえばとか、そうそうそうみたいな。これをね、なんとね、本編でもやってるという。あ、ちょっとそこ見直そう。びっくりした。これも僕も見直して、おぉ、すごいと思って。彼の中ではね、もう、それは、十数年前に終わってるんでしょうね。そうそうそう、終わってる、そうそうそうってそう、どっちのうかわかんないよ、みたいなのは。もう100回やって終わってるんで回やってるんだけど、ここで、 来ちゃったんですよ。なるほど。覚えてるから。だからこういうのって、うん、でも、唐突なんですよ。そうに会えたのみたいなのって。うん、ここただの帰り道だから。うん、だから、まあむしろ、そういえばさ、みたいな感じで切り出しかねない。うん、確かに。普通の、うん、むしろわかりやすい脚本にするんだったら、そうそうそう。そういえばとか、うん。あ、てかさ、とかにするかもしれないですね。そうしちゃうけど、まさかのね、そういうとこ好きだなっていう、嬉しい台詞から、思い出してしまうという。うんうん、確かに。 苦しさ。とにかく苦しい。苦しいのよ港くん周り苦しいこんなんばっかな初恋の悪魔といい。うん、こんなもう、三角関係なんてもう、うん、もう、描かれ終わったと思ってたら、な、うんで新しいパターンの三角関係を出してくるのよ。ねね、テレビドラマっちゅうのはさ。すごくないなんか、その、確かに、これの新しいところって、うん、まあ、いわば当て馬役って、 っていう立場じゃないですか、みんなとくんそうですね、かませ犬というか。かませ犬。うん、や、あの、まず最初に、うん、かませ犬から感情移入させるって作品ありましたいや、もう悪ですよ、悪 <laughs>。他のやつってやっぱりその、主人公を応援するみたいな。うん、で、かっこいい子、イケメンが出てきて、あ、うん、結ばれて、みたいなところから、うん、でもこの当て馬くんも、いい子なんだよ、うん っていう順番じゃない。なんならね、鈴鹿くんって結構そういう人だったんですよね。ね、そういうところだったのに、あの、主人公とかと同時並行がその前くらいに、前のめりで、彼はね、こういういい人でね、で、こういうの抱えちゃってね、今辛いのっていうのを、1話でバン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 見せてきて、あっちの気持ちにさせられちゃうから、もう、もうやめてくれっていう。もういやいや、出会わなくていい、出会わなくていい。ワイヤレスイヤホン返さなくていい。そう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 。 うそうなんだよな。鈴鹿くん主人公ですよね、第1話は。<ー>いや、そうなんだよな。で、僕の好きなセリフ。これ、言ったかな、はい、シャープ1からシャープ3で言ったか忘れちゃったんですけど、<う>あの、風間俊介さん,さんと手話の話になって、で、よかったらって言ってこう、手話教室の紙を渡されて、はい、できれば覚えたくないですね。また普通に話したいですっていう、この社会的に言ったら悪いことじゃないですか。いや、うん、いやいや、手話覚えて、ちゃんと話すよって話ですけど、 ちょっと自分の第一希望ではないっていう、わがままを言うっていうところが、気持ちとしてめっちゃわかるし、そ,<う>その、突然耳が聞こえなくなってしまった人とかの周りにいらっしゃる人の気持ちとして、すごく、うん、僕は体験してない体験だけど、うん、すごくあり得ることだなって思って、そうですねここのセリフは結構えグいなと思いましたね。 気持ちがよくわかるセリフなんすよ。うん。なったことないんだけど、うんでもまあ似たようなことはあるか。うーんその、なんだろうな、断絶というか、うん、断絶ないし別れないし、仕方ないことに対して普通ならやるべきことを受け入れたくない。うんうん、なぜならばその現実を受け入れたくなくて、うん、それまで通りにしたいからっていうのって、例えば、その、 なんだろうな。親戚とかおじいちゃんおばあちゃんとか友達が重い病気になった時とかに、うん、お見舞いに行きたくないみたいな感じとかまで普遍すると、やっぱ僕らの心の中にもあるから、あるある。そういったことは、なんだろうな。体験そのものをしたことないけど、共感なんだなと思うんですよね。わかるない。なんか僕も、なんだろうな。なんかの、最近こう、親しい、なんか、くしてた高校の時の先輩が、なんか突然亡くなってみたいな時に、うん なんか、ずっと、もう、いる感覚でいて、で、あの、お墓参りに行った時に、初めて分かった。うん、自分の中に入ってきた。<ー>でも、はいはい、で、それが、多分、ちょっと避けてたんだなっていう、その、そこに行ったら、多分もう、受け入れざるを得ないっていうことを避けたいという気持ちは分かるし、一言で言っちゃうと、このセリフ、そのと、うん、いや、できれば あの、覚えたくないですねっていうのは、信じたくないってことで、うん、だからやっぱね、翻訳がうまいんですよ。翻訳ですね。分、うん、わかんない方は、えっと、2個前かな、ね、の回を聞いてもらえると、高野さんの脚本論が聞けますので、そこを参照してほしいんですけど。信じられないとか、信じたくないんです。うん、まだ信じてないんです。みたいな台詞になりそうなところを、うん、覚えたくないですね。できれば普通に話したいんで。 っていう言葉に変えてるっていうのは、やっぱいいセリフでしたね、うん。そうですねで。これはもっと分解しちゃうと、うん、その僕らが例に出したのが死とか病気とかっていう話になっちゃってるけど、うん、例えば本当に大好きな漫画が、うん、例えばじゃあ、うん、こち亀が大好きでしたみたいな。で、こち亀が完結したというニュースを見た。が、あ<ー>その最終巻を、 ま、会話したが、読んだら終わってしまうみたいなはい、はい。はいはいはい、はい。時に、読まないで置いてるんだよね、とかっていう人、マジでいるじゃないですか。いるいるいる。なんかね、文化好きな人だってね、本当にいるんですよ、ね。いや、いるいる。僕もちょっとやる。ね。うん、やるもん。<laughs> 映画の完結編あ、チケットは買ったけど、見に行ってないんだよね、とか、いう人いるけど、 それ結構僕いじってたけど、あ、でもそう、そうだよなってちょっとこれ見て繋がったところがあってよ。でも向き合っていかなきゃいけないんだけどね、あれは。という話と、あともうこれで終わりにしよう。第1話の話ばっかずっとしててもしょうがないよね。すごいね、しかも、さすがに短めに終わるかと思ったらまあまあ喋ってるっていうね、もうこの回。こからまだあるから、これ。すごいよ。下北沢世田谷大田付近がですね、舞台なんですよね。で、 まあ、下北世田谷大田付近に、おそらく、紬川口春奈さん、うん、えー、港くん、鈴鹿王子、うん、カップルはですね、新居、うん、を探そうとしてるんですけど、ね、多分ね、そこら辺でこう、内見をして回ってるんだと思うんですけど、うん、アホかと。なんで、なんで、なんでよ。<laughs> なんで急に。<laughs> 再開発がもうすぐ終わるんですよ、ここは。はい、めっちゃ高いぞ。<laughs> 今。<laughs> そういうこと、はい、そういうことね。で、多分それで悩んでるんだと思うんだけど、<ー>憧れの東京生活があって、はい、でも、えー、家賃の方をですね、彼に頼らなければいけないのかなと思ってたところに正社員の話が来たので、はい、ラッキーというところがあるんだと思いますね。う めっちゃ高いところで家賃探してます、<laughs> この人たちは <laughs> そ。そういうことなんだ、あれ。<laughs> なんで知ってるの、そういう,住住 <laughs> う。住んでるからか。住んでるから、住んでるから。住んでた、住んでたから<う>、はい。そっか、住んでたから知ってんのか。これもね、すごく意味があって、うん、僕が住んでた時っていうのは、うん、まあ大体400年ぐらい前かな。<laughs> ええ、ですね。あの、記憶の短歌。そうですね。春の短まあ、本当は4年ぐらい前なんですけど。に同棲してた時期があるんですけど。あ、う棲、まさに同棲してたんですね。あ、そうですね。田が最寄りだったことがあるんですけど。もう我がことのように見てるんじゃないですか、このドラマ。そう思うじゃないですか。思う思う思う。風景全部違います。ええ、そんなに4年で変わるもの変わります。あの、ワイヤレスイヤホン落とした広場。は 多分なかったと思います。あ、そんなレベルこれさっきちょっと調べたら、うん、2021年ぐらいに完成した広場なんですよ。ううで、それまではめっちゃ狭い改札しかなくてですね。<ー>その他にも、えっ、ー、と、多分さっきのね、二人で夜空晴れてるねっていう話をしてたところ。とかも、えっと、下北沢ボーナストラックとかリロードとかそういうあたりだと思うんですけど。<laughs> さすがだな。これもね、<laughs> ここ3年ぐらいに完成したものなんですよ。<ー>なので、たかだか4、5年前に住んでいた僕が知ってる風景、ほぼ出てきません。はあ。でもそれ、あえて新しい風景見せてるような気もしませんそうなんです。なるほど。それがね、僕が言いたかったことなんです。なるほど。いい生徒ですね。<laughs> いや、よかった。ありがとうございます先生。あます今までね、散々ね、うんうん、下北沢っていうのは平成の映画とかドラマとかで、うん 夢を追う若者とかが住む町として、うん、カタカナで下北ですよ。そうですね。描かれて、散々描かれてきて、うん、あ,あそこあの通りだとか、あの路地の、あの家のところに友達住んでたわとかね。はいはいはい。散々、例えば愛がなんだとか。はい,はいはいはい。は僕が住んでたとこめちゃくちゃ近くの,の。あそうなんだ。架空の住所。へえ<ー>。なんかね、5丁目までしかないところ、6丁目って書いてあるんですけど。<お>みたいな、まさにああいう感じの、はいはい。そのサブカル若者が住む町 ね、としての下北沢として描かれていたと思うんですけど。うん、僕はまだそのイメージでしたね。今回は違うんじゃないかなと僕は思ってて、ね。なるほどね。これはもう最近変わってしまった街はあ<ー>。そして地名だけを残して、<ー>もう元の匂いはない街としての下北沢。<laughs> <laughs> カタカナ、下北漢字、下北じゃなくて、アルファベットの下北沢という切なさをすごい感じるんですよ。なるほどね。ほとんどの人はね、これ見て、下北だとか、懐かしいとかって、絶対思わないはずなんですよね。うん、確かに。うん、そういう雰囲気じゃない。もう新しい綺麗なとこだなっていう。そうなんですよ。うん、で、それで言うと、まあ何に似てるかというと、うん、あのー、大豆田とはこうはいはいはい。とか、 の感じの街並みというか。あ,<ー>あれはあれでもう完全に綺麗になってしまった後の中目黒とか、え比寿とか、三宮橋とかそういうところが舞台だったと思うんですけど、うんうん、そういう感じですよね、その。そうですね。しかもなんかあれとの違いという意味では、うん、やっぱその若者のサブカルの街だったみたいなのが、変わってしまったっていう、うん、そうですね。やっぱ中目黒とか、恵比寿とかは、うん、まあ、 どっちかというと、こう、洗練されてるというか、なんかこう、あの、ハイエンドな人たちの街っていう印象はあったけれども、その下北はもうちょっとこう、若者とか、そう。なんかお金のない人たち。そう、ゴミゴミしてて、うん、ライブハウスとかもいっぱいあって、うん、夜中までやってる居酒屋とか、もう小劇場とか、いっぱいあって、うん、もう鍵閉めてんのか閉めてないのか分かんない小劇場とかで、うん、僕も大学生の時にそこで、 自主お笑いライブとかめっちゃやってたんですけど、そ,そ,そういうところもね、コロナ禍とかでどんどん潰れたりとかしてですね、街並みは完全に変わっているんですよね。なるほどねで。彼らの人生を考えると、えー、おそらく今25歳、うん、っていう設定だったと思うんですけど、えー、ってことは、社会人3年目ぐらいかな、多分。まあね。で、えー、2014年ぐらいに高校3年生18歳ぐらい。<ー>で、下北の再開発って、 そこぐらいから始まったんですよ。へぇー。で、今、再開発ほぼ完成しようとしてるっていうことで。 彼らが会ってなかった8年間を象徴する街として、はあ、これ以上適切なものはないんですよね。すげえ、そういうことこれマジ考察。マジ考察じゃん。ほの。8年間で一番変わった街です。多分、下北沢が。ああ、なるほどね。そう。で僕は2012、2 3年ぐらいから大学生で下北の劇場とかに入り浸ってた時に、ずっと工事してて、うん、駅がもうダンジョンすぎて、行くたびに、 出口は緊急出口みたいなのが設けられて、会社の位置が変わってるみたいな感じだった8年、10年っていうのがあるんですよ。は<ー>でそれに対して全く変わってないのが渋谷タワーレコードね。なるほどね。この対比が。この対比がね、すごく生きてると思うんだよなはで、確認すると、 魔法の言葉、スピッツの魔法の言葉が出たのが2006年で、これ彼らがですね、10歳ぐらいなんですよね、多分。小学生。小学校高学年っていう感じで、うん、まあ、おそらく初めて買った CD だったりとか、うん、初めて、あのー、子供だけで映画見に行ったりとか、っていうことを許されたのが、ハチクロだったりとかね、そういう可能性はあるかなっていうので、ね、このね、下北、世田谷大田付近が舞台であるということが、 すごい意味あると思うんだよなって言ってんの、俺だけかな、どうかな、大丈夫かな。<laughs> いや、でもあの、えっと、うがった見方じゃ全然ないと思う。<laughs> なんか、うん、やっぱなんか場所として選ぶには、やっぱ絶対意図はあるはずだし、うん、あとはあの、大変だから都内でロケすんの。うん、相当の覚悟ないとやらないよ。そうですよね。あと理由もないとやらない、なんとなくでは。うん なんとなくで選べる場所じゃないよ。あと普段ね、これ人いっぱいいる場所だからね。そうですよね、あれ。そう、人払いしてるんですよね、多分いや、俺駅とかのホームの撮影とかよくやったなと思ってた一個ちょっと謎だったのがね、これ言ってる人もいるんだけど、渋谷で正社員に誘われました。タワレコで。で、えっと、川口春菜さん、つむぎちゃんが、えっとね、世田谷大田に来てるんだけど、えっとね、これはどうやって来たんだろう、みたいな話があって。 <laughs> ちょっと、あ小田急だからな。そう、井の頭線で、<ー>そう、新宿からだったら、世田谷大田に来た。そうですね、ですね。そう、井の頭線で下北に出て、下北から小田急に乗って世田谷大田に来たみたいな感じらしくて、うんうん、いや、それだったら下北から歩いた方が早いんじゃないか、みたいな、ことを突っ込んでる人がいた気がする。<laughs> じゃ、ちょっと解釈違ったら申し訳ないけど。 もういいじゃん渋谷から世田谷大多は直では来れない。まあ直では来れないけど。さまあ新宿に用事があったんでしょうね、そうそう。そうそう。いあと歩きたかったのかも、そのそうかもしれないでも歩きたかったら下北から歩けばいいかなと思うけど。まあまあまあ。全然いいです。全然いいです。いいし、もう、あのね、ほんまに見たことある人が少ないタイプの場所を、 わざわざモデルにしてるドラマなんですよっていう。2021年に完成した場所をモデル、ね、あの、設定にしてるんですよっていうのはね。それはもう完全に狙ってるなっていうのは今思いましたね。と思いますし、うん、ちょっと今ので自信出たんで、もうちょっと声を大事にして言っていきたいかなと思って。本当に,に、うん。断絶の象徴、下北再開発。うわぁ。うん それで一本いけるんじゃないですかちょっと改めてもう一回調べてまるかもしれない。結局長くなっちゃいましたけど。サイレントの話。一話、第1話の分はこれで終わりですけれども、さすがに。第2話、第3話やっていくつもりだし、第2話、第3話の時点で遡って今回の分を聞いてもらっても、一応大丈夫なように喋っているつもりでございますので、YouTube と Spotify で配信してますので、チャンネル登録、Spotify のフォローなどよろしくお願いします。Spotify 以外もあるのか、他の音声アプリでも流れておりますし、Twitter もやってますので、 ツイッターのフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、以上大島康弘でした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。